2016年2月24日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第8018話、毒味噌。ここから中華屋の関連話です。担々麺出してた中華屋は、まだある試客の入りも良いよう。ただお客さんが入り出すと食材が回るから新鮮なもの出せるし、そのおかげか今は担々麺がうまい店じゃなくて中華の美味しい店って評判の店になってる。今もあの担々麺の味噌を使ってるかは不明。母ちゃんとババアはあの後も仲が良くて付き合いがあった。俺が担々麺の味噌。味噌というか瓶詰めされた豆板醤とかああいう系。舐めまくっておかしくなった時、母ちゃんに言われたのは、絶対に味噌のことは他人に言うな。ってこと。俺も正直やばい薬でも入ってたのかもって思ったけど、今となってはわからない。帰ったら瓶も捨てられてたし、その話題は親父にも言えないことになってた。ただ、その瓶は明らかに中国での市販のものっぽかった。開けた時も真空されてたっぽいし、ラベルもちゃんとあったと思う。上に書いてくれた人がいるように、脱法ハーブみたいな極めてグレーな漢方だったのかもしれない。ただ前にも書いた通り、最初直接舐めた時は、バーミヤンの唐揚げについてる山椒お濃くしたような味がして、舌がビリビリ痺れたのだけは覚えてる。というか山椒の味だった。実際バーミヤンで、なんだこの粉と思って山椒をつけて唐揚げ食ったら担々麺味噌と同じ味がして、俺の脳が、これは食っちゃいけない。って信号を発して、唐揚げをその場で吐き出しちゃったくらいだから。うなぎでもそれあって食った瞬間吐き出した。余談だけど、俺は、山椒食うと体がブルブルって震える。バーミヤンの時は友人、キタロウ好き、と飯食ってて、俺があまりにも震えるから、ブルブルじゃ、妖怪ブルブル側に取り付きおったぞ。って最初冗談言ったんだけど、俺の震えが止まらなくて、本気で焦り出すくらい震えてた。もし要望があればその時の友人の慌てっぷりも書くよ。結構面白いやつで、そいつの実体験であろう幽霊系の怖い話も聞いたんだ。当時母ちゃんがもらってきた味噌の瓶は6本。段ボール丸々1個。で、俺が食ったのは4本。後半は飯だけじゃなく、カッパエビせんを味噌につけて食うようになってて、4本目で直接舐めるようになりだした。その頃テレビ見ても友達と話しても、それこそ箸が落ちただけで笑い転げてた。友人に勧められたレトロゲードラクエ語で、パパスガヌアー、とか言って死んだ自爆笑しすぎて、スーファミバグったのを覚えてる。もちろん冒険の柿が消えた。冒険の柿1が消えました。って書いてあったのに2も3も消えてた。俺が入った施設は、施設っていうよりも民宿みたいなところで、年上ばっかだった。別に鉄格子があるとかそういうんじゃなくて、普通にみんな和室部屋があって、そこで共同生活するみたいな感じ。そんでほとんど中国人っぽい名前だった。俺のじいちゃんは中国人で俺にもその血は流れてるんだけど、正直中国人は嫌いだし韓国人も嫌い。ただその施設の人たちはすごく優しかったし、今でも会えるんだったらって。あの時は優しくしてくれてありがとう。って一言お礼言うくらいならいいかなって思えるくらいだった。長い前置きになって申し訳ない。ここからが本題になるんだけど。なんで俺がずっと中華屋のことをババアって言ってるのかっていうと。別に俺が口悪いわけではなくて、嫌いな理由があるんだ。俺がこっちに帰ってきてすぐ、中華屋のババアが俺に、味噌のこと言わないでね。って釘刺しに来たんだ。そんで母ちゃんがいない時に俺の足をめっちゃ強く踏んできて、俺は、って感じ。まあ気づかないで踏んだのかもしれないけど、わざと踏んだとしたらおかしいだろ。そんで、結構前に俺の親父が海外で事故で死んだんだけど、その時の葬式でも、お父さんは消されたんだよ。みたいなことを俺に言ってきたんだよ。俺は、かなり頭に来てさ。それ以来あのババアと朝通学路で顔合わせても、
挨拶もしないで通り過ぎるようになったんだ。それまではちゃんと、おばさん、って呼んでたんだぜ。そんで間の悪いことに、俺の親父が最後に帰国した時、その半年後くらいに事故に遭った、に俺にこんな話をしたんだよ。俺の名前、外国ではな、小さい子供や若い子の血を飲んで、健康で若々しいままでいるっていうのが流行ってるんだ。お前は知らないかもしれないが、実際に合法的に献血のような形で若い人たちから血を買って、お金持ちに売るっていうビジネスが、近いうちにできるかもしれないっていうくらい、外国の金持ちではメジャーなことなんだよ。そしてメジャーになれば、それを金にしようとする奴らの中で、悪いことをする奴らも出てくる。そこまで聞いて、俺も親父が何を言いたいのか分かったし、親父もグロい部分の話は言わずに話を進めた。みんな人間だから、少しくらい悪いこともするだろう。でも、絶対にやってはいけない一線っていうものがある、そういう話をしたんだ。本当はもっと長い話をしたんだけど、それを書くとめちゃくちゃ時間がかかるから飛ばします。ただ、その話を聞いて、親父が外国でどういうものを見てきたんだろうって疑問に思うようにはなった。全部例え話だったけど、それくらい衝撃を受ける話だった。まあそういう話を聞いた後だったから、ババアの消されたんだよ発言が頭から離れなかったんだよね。別に危ない仕事をしてたわけでもないと思う。社会保険だったしね。俺は、親父の仕事についてほとんど何も教えてもらってないけど、ネゴシエーターとかそんな関係だって一回聞いたことがある。友達は、大使館とかそっち関係の仕事なんじゃねえの？って言ってた。そして決定的だったことが、これは母ちゃんの他の友人から聞いた話なんだけど。ババアが母ちゃんによく、旦那さんはアーさんをほったらかしにして大変ね。何かあったら私に言ってね。母親一人だとやっぱり怖いわよね。世間は物騒だし。とか不安を煽りつつ、自分は味方だみたいな発言をしょっちゅうしてたらしい。親父が言ってる国で何かあると、新聞とか持ってきて、大丈夫かしら。心配だから電話かけてみたら？とかよく言って世話を焼いてたらしい。そんな感じだから母ちゃんからするとババアは良い人で、結構頼りにしてたみたいなんだ。実際困ったことがあると、いろいろしてくれてた。そしてそれは、俺が施設には行った時期からもっとひどくなったらしい。俺からするとババアはやっぱり中毒性のある何かを料理に入れて使ってて。俺が4本も毒味噌を舐めるとかアホなことしてあんなことになって。ババアのやってることがバレないか心配で、俺と母ちゃんが邪魔だったんじゃないかと思う。そもそも俺がここに書き込んだのも理由があって、俺今月中に今住んでるところを引っ越すから、もしこの書き込みをババアが見てももうどうでもいいやってなったから書き込んだんだ。母ちゃんはババアからの精神攻撃のせいかまだ若いのにボケて、引っ越しと同時に施設に入れる予定。俺は、その施設の近くに引っ越して、通勤は時間かかるけど施設に週の半分、残りは新しい家でヘルパーさんの助けを借りて母ちゃんと住むことにした。もちろんババアに引っ越し先は教えない。まあさすがに怖いから、ババアの店が特定されるようなことはしないし、母ちゃんがボケたのも親父がもういないっていうのが一番の原因だからいいんだけどさ。俺が思ったのは、やっぱり人間が一番怖いってこと。この辺の町内だけが異常に変質者率が高いとか、ババアが母ちゃんと俺におかしな態度取るのとか、何一つ確実な証拠はないけど、なんていうか本当に後味の悪い不気味なことってあるよ。俺は、もう引っ越すけど、これからあの中華屋周辺で何か大きな事件が起こっても俺は、何もおかしくないと思う。なんだかほとんど愚痴みたいになってすまん。とりあえずあったことそのまま書き殴ってみた。みんなも食べ物には気をつけてな。夏に連れてかれた施設は、上にも書いた通りみんないい人だった。ただなんでお礼を言いたいとか書いたかっていうと、実は変なことはあったんだ。そんでその時にすごく良くしてくれたから、そういう意味も込めて、
今からでも会えるならお礼くらいは言いたいって意味で書いたんだ。この話はまた後日まとめられたら書き込みます。中華屋と同じでオチも何もない。でもなんかよくわからん謎な話なんだけど、暇つぶし程度に読んでもらえればと思う。恐怖の度合いで言ったら、ブルブルがどうこう言った友人の体験談の方が怖い。お、何か壮絶な話だな。寝らんなくなってきたわ。とりあえずオツでした。俺も書いてたらなんかババアがどこからか覗いている気がしてきて寝れなくなってきた。怖え。みんなもババアが今どこからか自分を覗いてるって思ったら怖いだろ。ブルブルの友人の話、またよろ。血を飲む話って、有名な亡くなった人の予言にあったな。権力者たちは、変な儀式してて血飲んでるって。ババアもヤバい味噌だと認識しているところが怖いな。そのババアって中国人、友人の話はまとめ次第投下するよ。ただ、自分の話は実話だって断言できるけど、友人の話はどうなんだろう。別に投下した方がいいのかね。友人の話は俺も結構聞いた側で面白かったから、どちらかというと話したい。なんだよね。鼻折れたりしてるし怖いっちゃ怖いけど、結構笑えると思う。だって鼻折れてるんだぜ。もうそれだけでどういう折れ方したか気になるだろ。鼻が折りれてるんだぜ。ガチで、笑。俺の話はこうして見てみるとすごい壮絶な話に見えるけど。実際は親父が事故で死んでそれがショックで連鎖して母親がボケていってだけだから。実際は結構身近にそういう話あると思う。中華屋はおかしいけどさ。血を飲むのはオカルト系じゃなくて、単純に健康とか肌にいいからなんだって。合法的にだったら全然悪くないし、体にも実際かなりいいらしい。746。名前は中国人っぽいよ。ただ日本語は普通に喋ってる。そこの中華屋の従業員は明らかに中国人で片言。ネットで見つけた怖い話。第8019話。ブルブルの友人シーソトゴザ。ダメだ我慢できねえ。友人の話で短い話があるからそれだけ簡潔に書く。シーソーってあるじゃん。俺の友人を仮に A、そいつの弟を B としよう。俺は、A と B と一緒にスーパーでお菓子買って公園で食ってたんだよ。そしたら A が200円くらいするおもちゃ付きのお菓子買ってて、なぜかシーソーの上にそのおもちゃを乗せて、自分は地べたに座って組み立ててたんだ。ちなみにシーソーは A の方が下に下がってた。まあこの時点で大体わかるだろうけど、まあ期待して読み進めてくれ。A は絶対に期待を裏切らないから。いきなりクライマックスだが、それまでなんかのお菓子をしゃぶりながらブランコに乗ってた弟 B が、いきなりブランコを飛び降りて重くクソジャンプしてシーソーの反対側に飛び乗ったのね。飛び乗ったっていうか全体重乗せて蹴った感じ。反対側が跳ね上がるよね。置いてあったおもちゃがシーソーごと A の顔面に叩きつけられるよね。おもちゃは粉々、ご覧のありようだよ。俺は、その時、横のなんか動物の形したバインバインってなるやつに乗ってなんか食ってたんだけど、いきなりの出来事すぎて呆然としてたんだよ。そんでハッと我に返って弟 B に、なんでこんなことするんじゃ、手詰め寄ったらさ、弟がやばいのよ。あばばばばばば、みたいな感じで発作みたいになってんの。俺は、その後黙って顔を押さえてる A に、大丈夫か、出かけ寄ったんだ。そしたら、アパーセント様のたたりじゃー。ちなみに勇まってつけるようなものではない、とか叫んで、ひやーとか言い出すの。その時小学生だったから俺もうどうしていいかわからなくなってさ。A は弟置いて規制発しながら自分家の方に走っていくし、弟 B は何回かれてるし、A のチャリは誰が持っていくんだろうとかもう考えがめちゃくちゃになっちゃって、俺もう全部ほっぽり出して家に帰っちゃったわけよ。次の日、下の前歯が一本なくなった A にあって、昨日弟置いて帰ったことを詫びて、なんでいきなり家に帰ったのか聞いたんだ。ここからがホラーパート。
上は俺が見たことだから俺の実体験だけど、ここからは A の話してくれたことだから本当かどうかの責任は取れない。まあ嘘つくようなやつじゃないから本当だと思うけどね。A の家の近くには曰く月の神社があって。詳しくっていうかこういう言われがあるって書いたら確実に場所がバレるし、そのあたりで、吉が言いますか？って聞いたら 100% 営業代が特定されるから書けない。神社は賽銭箱もなく常に管理してる人もいない。周りは用水路で水引いて水でぐるって囲まれてる。でも囲まれるように山林があって常に暗い。お参りしてる人もいないのに、なぜか補修工事とか何十年かに一回やってる。A と B は事件のあった前日に、神社の敷地内でタケノコ掘り釣ってタケを掘り返しまくったらしい。ちなみにその頃はもう4、5月で、タケノコなんてもうないよっていう状態。ちなみに AB は不良でもないしドキュンでもないし、どっちかっていうといじめられっ子だし動物にも優しい。おつむが弱いだけかと思いきや、車関係の修理工場から中学卒業時にスカウトみたいなのが2件あって、高校行きながら働いてて、ほとんど就職してるような状況だった。俺は、それ聞いて、タケノコ掘って穴ぼこだらけにしたせいで、弟 B より疲れてるじゃねえか。って買ったんだ。そしたら A も反省したのか、その日夜中に神社にお酒を供えに行ったらしい。ありえねえだろ？夜中だぜ？それがまた拍車をかけたのかすげえことになるんだよ。神社がガチで言われがやばいっていうのと。でも知ってる人はかなり少ないと思う。ただ祀ってるのの名前を聞いたらほぼみんな知ってるレベル。AB 兄弟の段違いの気違いさが合わさって、この後も大変なことが続くんだ。A の現在の破損部。下の前歯、序章終わり。ごめん。なんで A が家に帰ったのか書いてなかった。いやまあ書かなくてもいいんだけど、理由は特にないらしい。その後帰って飯食ってたらしいから。神社に夜中酒持って行ったのも、お化けが怖いっていうのが全くないせいらしい。そして俺確かに中学の頃は精神的に弱かったから、自分で被害妄想しちゃってたのもあるかもしれん。ババアはただの嫌なババアで、中毒になったのは俺の精神的な問題で。ババアはとりあえず味噌取り上げてどっか空気のいいところに行かせただけなのかもしれん。でもここまで書いておいて実は俺の被害妄想だったってある意味怖いな。俺もそろそろ寝るよ。というか寝なきゃいけない時間をはるかにオーバーしてしまった。みんな反応してくれてありがとう。コテハンつける気はないけど、何かあったら中華味噌中毒男って名乗るよ。親父に関しては本当にただの事故だと思う。言ってた国も中国じゃない。し親父は俺が味噌中毒になったこと知らないからさ。でも外国だから何があるかわからないよね。あと神社は調べたら書いても全然平気そうだった。恵比寿神社って言うんだけど、だいたいそれ祀ってるところは恵比寿様も祀ってるらしい。A の家の近くにあるのは恵比寿様は祀ってない。まあ本当にたたりとかないようそれ一点に絞られて建てられたって感じ。A に関しては、小学校の一連の流れの後に俺がバーミヤンでブルブルしちゃった時につなげられるので、話が長くなるけどお付き合いいただければと思います。また今日の夜にでも投下する予定です。それではおやすみなさい。昨日から話を投下している中華味噌中毒男です。話を一つまとめられたので投下します。誤字脱字読みにくい点、意味不明な点あったら補足するのでどんどん言ってください。昨晩神社にごめんなさいのお酒を置いて A は安心したのか、夏に A の弟 B と俺を連れて例の神社に遊びに行ったんだ。俺は、最初その神社は気味悪いから神社の手前の道路で用水路に石を投げ入れて遊んでた。A と弟 B はどっかからご座、藁みたいなのでできた分厚い布みたいなやつ。思ってきて、神社の周りにある林でカラスウリって呼ばれてる拳より小さい食べられない実をちぎってご座に集めてた。林の木にはツルが巻きついていて、そのツルからカラスウリは生えてた。食えないし何も価値はないんだけど、道路から見てた俺は、実をちぎる二人が羨ましくてしょうがなかった。小学生だったっていうのもあるけど、
埋まってる実を見つけてちぎるっていうのがすげえ羨ましかったんだ。AB 兄弟は木の下から売りを探してたけど、俺は、離れた道路から見てる分、兄弟よりもまだいろんなところに実の取り残しがあるのが見えた。そのうちいても立ってもいられなくて、ついに神社に入って一緒にカラス売りを取るようになった。俺たち三人は実をちぎった。一心不乱にちぎりにちぎりまくった。自分たちの手の届かない売りを親のあだのように見上げて、取れないならと神社の掃除用の竹ぼうきを持ってきて、柄の部分を振り回して叩き落としたりした。あまりにも高いところにある実に石を投げたりもした。とにかく埋まっているものすべて根絶やしにしないと気が済まない状態だった。身をあらかた取り尽くした俺らは、神社の湯水を飲みながらこれからどうするか考えた。すると弟 B が、下の道路に行って、カラス売りをコンクリートに叩きつけて遊ぼう。と言った。妙案だと思った。正直この食べられない実を集めてどうするかなんて考えてなかったし、冷静になって考えてみるとどうすんだこれ？ってなってた。そして俺たちは暇だった。遊びにかつえたトイザラスキッズだった。神社の前にある道路はたまに車が通るから、下ってほとんど車の通らない道で遊ぶことにした。ただ、ゴザに乗った実をどうやって運ぶかが問題だった。神社は山の原の部分にあって、階段で言うと3から40段分くらい下らないと下の道に行けない。神社の前の道をぐるっと回ってからなら下に降りる大きな道路に合流するんだけど、そこまで行くのも面倒くさかった。だから俺たちは神社の前の土手をそのまま降りることにした。その時 A が、俺は、このゴザにカラス売り乗せて、土手を滑りながら降りるわ。そう言うと、ゴザに座り端を掴んで巾着みたいにした。俺と弟 B はメロス並みにぶち切れた。面白そうすぎる。そんなことお前一人やるのはずるい。みんなもやったことあるかもしれないけど、土手を段ボールとかで滑り降りるあれを A はやるつもりだったんだ。俺も弟 B もそのくらいの遊びは今までやってきたことあるから、それがどれだけ楽しいのか知っていた。弟 B なんてもうカラス売りなんてどうでもいいから全部用水路に流して A と二人乗りして滑りたいって、羨ましすぎて泣きそうになりながら言った、というか泣いていた。A と俺は、小6、弟 B は小2か3だった。弟 B は自分の思い通りにならないことがあるとすぐに癇癪を起こして泣く癖があった。A も A で兄ちゃんのくせに、お前が売りを乗せたままこのゴザを制御するのは難しい。とかそんなようなことを言って譲らなかった。弟 B はもう泣きわめいて血だんだを踏んだり近くの木に頭をゴンゴンぶつけたりして。ほら、兄ちゃん俺は、こんなにもそれがやりたいんだ。ここまでやってるんだから変わってくれ。アピールしてた。俺もいつもなら変わってあげなよって言うんだけど。その時はいきなり A にタックルしてそのままゴザを奪って滑り降りちまえば下ったもの勝ちだ、という葛藤にいじまれていて。弟 B どころじゃなかった。それくらいやりたかった。弟 B が道端の草を食っては吐き食っては吐きしだした頃。俺は、神社に竹ぼうきとちりとりが入った段ボールがあったのを思い出した。俺は、泣きわめいてついにカラス売りをかじり出した。めっちゃ苦い。弟 B を、段ボールがあるからと落ち着かせて口をゆすがせると、神社に取りに行った。一応ちゃんと後で返しますってお参りしてから段ボールを持ってきた。そして俺と弟 B は段ボールを二つにちぎって A の右側に並んだ。下を見下ろすと結構高い。俺らが下ってすぐコンクリートの道路が土手に沿ってあり、その先はガードレールと川が流れていた。俺たちは一斉に滑り出した。急斜面だったし結構なスピードが出たのを覚えてる。俺と弟 B はまっすぐ下ったんだけど、A だけ明らかにおかしい方向に滑っていった。左斜めに軌道が逸れていって、横目で見てもあーやばいなって思った。なぜなら、俺たちの正面の道路は2車線くらいの幅があるけど、左に行くにつれて狭くなって、最終的に車1台分くらいしか通れなくなるからだ。
車の通りが少ないのはそのせい、もやばいと思ったのか、うらあああああ、って叫んでた。俺らみたいな段ボールだったら足でブレーキかけられるんだけど、A の場合売りが落ちないようにご座を巾着状に持ってそのまま滑ったから足も出なかった。いろんなことが重なってやばい状況になってた。今思うとご座には縫い目があるし目に沿って滑ればまっすぐ滑るだろうけど、多分 A は変な風にご座の端を持って、目が斜めになるように滑っちゃったんだと思う。じゃなければ何か悪いものにでも引っ張られない限りあんな風に斜めに滑らないと思う、というかそう思いたい。滑り出してから降りるまで実際は一瞬だったけど、A のせいで俺には結構長く感じた。A はそのまま道幅の狭い左に流されて、今でも笑っちゃうんだけど、振ってそのままポーンって飛んでガードレールに顔から衝突した。ご座を握ってるからか知らないけど顔から言ってた。漫画みたいだった。幸い川にまで落ちることはなかったんだけど、ぶつかった拍子に道路と川に売りが落ちた。A は鼻を打って顔面血だらけになってた。俺と弟 B は A に駆け寄ったんだけど、弟 B が腹抱えて笑ってたせいで俺もたまらえきれなくて少し笑ってた。売りを道路に投げつけて遊ぼうとしてた俺らが、なぜか A だけ自分が道路に投げ出されて鼻が潰れた。後から聞いた話だが、A が乗ってたご座は境内の裏にあった日よけか何かのものを勝手に持ち出していたらしい。その後 A を連れて帰り、A はすぐ病院に連れて行かれた。話自体はこれでおしまい。別に怪奇現象的なこともなかったしよくある子供の悪ふざけで起きた事件なんだけど、一つだけ不思議なことがあった。A がガードレールに衝突して売りが散らばったんだけど、散らばった売りの中に熟してるものがあったんだ。結論から言うと、俺も A も弟 B も熟した売りは取った覚えはない。というか夏に熟した実は多分ないと思う。カラス売りは熟すと赤くなって腐ったトマトみたいになるから俺らも触りたくないし。その時も俺は、なんでこれ熟してるの？って思ったから、今でもはっきり覚えてる。不思議なことがあったとすればそれだけ。熟してぐじゅぐじゅで真っ赤になった売りが混ざってた。神社関係で A にあった出来事は次でラストです。最後のは今までに比べると一番心霊体験っぽいし、A もかなりヤバいことになります。学校であったことなので B は出てきません。今回のはなんだかつまらなくて申し訳ない。文章力もないので読みにくいかもしれないけどお付き合いいただければと思います。A の負傷箇所。下の前歯、鼻骨折。ネットで見つけた怖い話。第8020話、隣に座った外国人。仕事帰りの電車の中で携帯いじってたら、隣に座った黒人っぽい外人の男の人がずっとこっちを見てたんです。睨んでたわけではないのですがすごく見つめられてたので、携帯嫌いなのかな？と思いバッグにしまいました。手持ち無沙汰になったのでぼーっとしてたら、その隣の外人さんに、どこの駅ですか？と声をかけられたんです。私は、意外にうまい日本語にびっくりして、ああ、話しかけたかったから見てたのかと思い、〇〇駅ですよ、そちらは？と聞くと、外人さんは、〇〇〇〇〇です。と国の名前を言われました。意味がわからなかったのかな？特徴してたのですが、その国がちょうど、アイマルリ、で旅している国だったので、遠いですね、と、番組で見た風景を思い出しながら喋っていました。何の仕事をしているかとか、趣味は何だとか、本当にいろんな話をしました。男性は、車のディーラーみたいなことをしていると言っていました。上司とソリが合わないとか愚痴をこぼしていたので、日本のサラリーマンと変わらないなと微笑ましくなりました。男性が降りる駅がだんだんと近づき、話もヒートアップしてたのですが、男性が急に、電話番号を教えてください、と言ってきたので、さすがにこれはやばいんじゃないかと感づき、嫌ですと言おうと思ったのですが、今までしげに話してきてたので失礼かなと思い、やんわりと断ろうと思い、携帯変えたばかりで番号覚えてなくって、
というと、男性は、それ、フォーマルフォーマルですよね。メニューを指定で押せば番号出ます。と、この場ではいらないほどの詳しさを披露。内心、終わった。と思いながら番号を教えたのでした。まあしつこかったら着信拒否すればいいし。と、その時は簡単な気持ちだったのです。その夜早速電話が、内容は上司の文句。私も心当たりがある内容だったので少し会話をしました。また、相談してもいいですか？というので、はい。と言ってその日は終わりました。次の日は仕事中に電話がかかってきていました。しかし、仕事で疲れていたので、折り電話しないで寝てしまいました。それからは毎日のように電話はかかってきていて、仕事中に電話が取れない私は、さすがにヘキヘキして、着信拒否をしてしまったのです。そんなことも過去になりつつある1ヶ月後のこと、急に自宅に警察が来たのです。Kさんですか？確かに私の名前です。〇〇さんを知っていますか？その名前はあの黒人の外人さんでした。神妙な顔で言い出した刑事さんの口から意外な出来事が。〇〇さんは2日前から行方不明になってまして、とある事件の容疑者なんですが、話を要約するとこうだった。2日前、外人男性の上司が殺されたというのだ。上司の自宅近くに外人男性の車があり、その車の中に携帯があったというのだ。その携帯のメモには、Kさんがいけない、相談に乗ってくれると言ったのに、と。英語で書かれてたというのだそうだ。それを聞いて私は、ゾッとしました。何回も電話をかけてくれたのに、それを無視したからなのか？混乱した私に刑事が言いました。そして、そのメモにあなたの住所が書かれていたので、耳を疑いました。男性に住所まで教えた覚えはありません。本当に怖くなって、刑事に男性と知り合ってから今までのことを話しました。刑事は、とにかく何かあったら連絡するように、と言い残して帰っていきました。しかし私は、この住所がバレているのと、恨まれているらしいことで恐ろしくなって、男性が逮捕されるまで友人宅に泊めさせてもらいました。それからすぐに男性は逮捕されたらしいですが、未だにこの家が誰かに見張られているようで空恐ろしくなります。もう絶対に気楽に番号を教えない。と心に誓いました。ネットで見つけた怖い話。第8021話、ブルブルの友人給食の配給中。当時俺は、小学6年で、その頃大きな紙飛行機を作って飛距離を競うっていうのが流行ってたんだ。俺らも休み時間に折り紙で紙飛行機作って飛ばしたりして練習してた。ある日、やるなって言われてるのに給食の配給中に紙飛行機作り出したやつがいて、そいつを見てみんな折り紙でいろいろ作り出した。女子はパックンチョっていう表に数字の書いてあるくじみたいなものやつるを作ってた。男子はやっこさんとか紙飛行機、手裏剣を作ってた。当番の人たちが準備を進める中、俺は、同じクラスの A がいないことに気づいて、トイレでも行ったのかな？と思ってた。前にも書いた通り A は歯は折れてるし鼻も折れちゃってたから、もしかしたら保健室で特別なメニュー食わされてるのかもしれないって自然に思ったんだ。そのうちに完成した紙飛行機を飛ばしたりしだしてさ、うちのクラスは先生は給食の準備が終わる頃に来るから、何人かの男子は座ってなきゃいけないのに紙飛行機や手裏剣を投げては取ってきて席に着きを繰り返してた。そんな中で投げた紙飛行機が教室の入り口に向かって飛んでいったんだ。そしたら運の悪いことに汁物が入ったでかい缶を持った女子二人がちょうど入ってくるところで、女子の顔の横にコツンって当たったのね。汁物の缶ってでかいから二人同時に教室の入り口を通ることができない。だから片っぽの女子が後ろ歩きする形で教室に入ってくるんだけどさ。顔は振り向く感じ、そして後ろ歩きで入ってきた女子は視界も悪いし、ちょうど見えないくらいの横方向から紙飛行機がぶつかってきたもんだから、
でかい虫かなんかだと勘違いしたんだよ。女子はめちゃくちゃ驚いて汁物の缶を掴んでいた手を離した。そうするともう片方持ってる女子の方に缶が傾いて、驚いたもう片方の女子も手を離しちゃったんだ。当然だよな。傾いたまま落ちた缶はめちゃくちゃ派手に中身をぶちまけた。その時、あ、っていう叫び声も聞こえたんだ。声の主は A だった。A は配給中は座ってなきゃいけないにもかかわらず、なぜか廊下に出て窓を開けて外を眺めてた。俺は、飛んでいく飛行機を目で追ってたから、女子にぶつかる直前に A が廊下にいることに気づいて、缶からぶちまけられた汁物が A の下半身にかかるのも見えた。汁物がぶちまけられてクラス中騒然となった。給食でそういうことが起きると係の人が他のクラスに少しずつ分けてくれって言って回らなきゃいけないから面倒でさ。何よりみんなが食べるものをダメにしちゃったってことで運んでた女子も泣き出してるし、他のクラスの奴らも廊下に顔出して、うわ、やべえ、とか騒いでた。確かに俺も小中の9年間で全部こぼすっていうのは3回しか聞いたことがなかったし、かなり衝撃的な出来事だったんだ。A は倒れ込んでて、俺から見ても下半身にかなりの量の汁がかかってた。多分豚汁とかそういう系だったと思う。すぐに先生が駆けつけて A を保健室に運んでいき、少しして俺は、先生に呼ばれて保健室に向かった。なんで俺が呼ばれたかっていうと、紙飛行機を飛ばしたのは俺だったからだ。保健室では A がベッドに寝ててうぬぬなってた。当たり前だけど A は足に火傷を負ってしまっていて、先生が車を出して病院に連れて行くまでとりあえずここに寝かせておくらしかった。俺は保健室の先生にめちゃくちゃ怒られて、先生のあまりの怒りように、やけどくらいでここまで起こることないんじゃないかって思うくらいだった。それくらい怒られた。先生が車を回してくるまでの間、俺は、A に、大丈夫か本当にごめんな。って話しかけた。A は聞こえてはいたんだろうけど、苦しそうにうなるだけで返事はなかった。後で知ったんだけど、やけどって表面の皮膚の 30% 以上を負うと相当やばいんだよな。A は短パンで素足に汁物がかかったんだけど、見た感じ皮膚の 10% 以上はやけどしてる感じだった。もしかしたらもっとだったかもしれない。俺は、そんなこと知らなかったから、やっぱり怒ってるのかなとか思ってたんだけど、A はその時返事したくてもできないくらい苦しかったらしい。その後すぐ先生が車椅子を持ってきて、車に乗せられて A は病院に連れて行かれた。A は2週間くらい入院が必要になって、その間にまず親とお見舞いに行った。その時 A は寝てたから、お見舞いの品物だけあっちの親に渡して謝罪をして帰った。俺は、今度は一人でお見舞いに行って、その時はもう A も落ち着いていて、よう、とか言って俺を迎えてくれた。俺は、まず A に謝ったんだけど、当の本人は全く気にしていないようで、暇だから毎日遊びに来てくれよう、ってせがまれた。A がいない間に学校であったこととか A の弟の B が病院を車椅子で暴走して怒られたとかいろんな世間話をしているうちに、不意に俺は、気になってたことを思い出して A に聞いた。お前さあ、なんで給食時間に廊下に出てたの？給食時間はどのクラスの人間も当番以外は席についてるから、先生に見つかるとすごい怒られる。俺も A もバカなことはするけど不良でもないし。A が給食時間にあんな場所に出て外を眺めていたのが俺は、不思議でならなかったんだ。A はあっけらかんとした感じで俺に言った。呼ばれたんだよ。俺は、思わずは？って聞き返した。いやなんか呼ばれたんだよ。そんで俺、誰が呼んでるんだと思って席立ったんだ。前述した通り紙飛行機を投げたのは俺で、汁物がかかる直前に廊下で出て窓から外を眺めてる A を俺は、見たんだ。俺は、その時、そっかー、としか返さなかったけど、気づいてたんだ。汁物がぶちまけられる直前窓から外を眺めてた A は左側、例の神社のある山の方を眺めてたんだ。以上です。
実際に幽霊とかを見たわけではないので派手じゃないしあまり怖くないと思いますが、俺が実際に体験した話でした。A は751と765でもわかる通り心霊とか全く気にしないタイプなので、全然気にしていないようでした。とりあえず友人の A 弟 B の昔話はこれで終わりです。これを知ってもらった後で、735のバーミヤンで俺がブルブル震え出して映画慌てたっていう話を今度聞いてもらえれば嬉しいです。中華毒王さんの話面白かったです。だけど読んでて頭の中でブラクって言葉が浮かんできて、一応俺も A もブラクとかではないです。俺の住んでた場所自体であんまりそういうのなかったと思います。A の弟の B は今は普通なのですが子供の頃は感触も父で、自分の思い通りにならないとよくわからない行動に出る子だったので、そういうのがブラクっぽく感じたのかな?まあ B はもしかしたら呪われてたのかもしれないけど。718で俺がバーミヤンで山椒を食べて中華毒味噌の拒否反応が出てブルブル震えたっていう話なんだけど、最初俺が山椒をつけた唐揚げを吐き出して映画。もったいない。って叫んだんだ。俺は、俺これ無理。食えない。って言って水をごくごく飲んだんだけど、少しすると箸を持ってる手がブルブル震え出して自分でも止められなくなったのよ。それを見た映画。ブルブルじゃ、妖怪ブルブルが A に寄りつきおったぞ。とか言って笑いながら飯を食ってた。俺も、あれ?あれ?おかしいなこれ、わら。とか言ってたんだけど、何時まで経っても震えが止まらない。しまいには歯までガチガチ言うようになって、その頃には A も飯を食う手を止めて、大丈夫か?マジで大丈夫?って言って俺を気遣ってくれたんだ。A 曰く、その時の俺は、顔色は普通で笑ってるのに尋常じゃないほど体が震えてて、それにもかかわらず普通に飯食おうとしてるのがやばかったらしい。箸もうまく握れずカチャカチャしながら笑って話してるのにかなり恐怖を感じたらしい。というか俺が死ぬと思ったらしい。A は前述の通り色々気にしない人間なんだけど、その A が言うくらいだから傍らから見ると俺相当やばかったんだろうなと。やっぱ中華毒味噌やばかったんかなぁ。ネットで見つけた怖い話。第8022は、ピンポーン。怖い体験なのかどうかわからないけど、最近親と話して思い出したことを書いてみる。言っておくけどうちはない。逆にもやもやするかもしれない、わら。まずうちは母子で生活は貧しかった。家族構成は俺、弟、母という感じ。貧乏だったけど借金はなかったし、嫌がらせを受けることもしていないと思う。生ポももらってないよ、わら。アパートの 1F に住んでいて 2DK ぐらいの間し。ちょうど俺が厨房1年だった時そこに引っ越してきた。中二病を早くも患っていた俺は、わがままを言って部屋を一つ独占させてもらった。72も自由にできる快適な暮らしが1ヶ月ぐらい続いたある日の夜中、ちょうど2時ぐらいだったと思う。ピンポーン。インターホンが突然鳴った。びっくりしたけど、1回程度だったら 1F だし酔っ払いが間違って押したのかな?と思って無視して寝ることにした。ちょうどもう寝ようと思っていたところ、ザッザッザ帰っていく足音がしたので、少しほっとして本格的に寝ようとしていた。弟と母は寝ていたようだ。うとうとしていたら、また遠くから足音が聞こえてきて、どうやらその足音は家の玄関の前で来た。と止まった。少し異変に気づいた俺は、耳を澄ませていて。酔っ払いか?嫌がらせか?何かあったらぶっ飛ばす。ぐらい思っていたとき、またインターホンが鳴った。昔のインターホン?いや呼び鈴だったと思うけど、あれって早く押すと早い音になるし、長く押すと長い音になるんだ。ピンポーン。最初は普通だった。真夜中になるインターホンって怖いよね。ビビりつつも、調子に乗り上がって。という思いが強かったので、起き上がって臨戦態勢になろうとしていたら、
今度は長押しバージョン。わら。ピンポーン。その音に少し繊維をそがれつつも、起き上がってお土産の木刀を持った時に。ピンポーン。3回目あたりで、こんな時間に人様の家のインターホンを連射する異常事態気づいて、ガクブル状態に陥っていた。さすがにこれだけかまびすしければ、隣の部屋でとっくに熟睡していた母と弟も当然目を覚ます。ガクブルしながら木刀を握りしめてドアを開けた時に、隣から母も出てきた。部屋から出ると8畳ぐらいの狭い LDK の部屋があって、その横はすでにドア。異常事態だとさすがに母も思ったのだろう。木刀持ってる俺に突っ込みもせず小声で。何？一体どうしたの？ T の友達？俺の名前を T とします。と聞いてきた。いくらその頃ドキュンだった俺でも、さすがにその時間にピンポン連射するクソバカは友達にはいない。わら。俺も小声で。いねえよ。さっきから鳴ってるんだよ。こんな会話をしているとまた。ピンポーン。弟も目を覚まし、母の後ろにピタッとくっついていた。ガクブル状態だけど、とりあえず姿を見なければいけないと思って。てい、やめな。と母に言われつつも、ドアの覗き穴から外を恐る恐る見てみた。何かいるであろう場所には誰もいなかった。誰もいないよ。小声で母に伝えた。状況が飲み込めない俺は、ちょっと見てみな的なリアクションを母に送った。母も恐る恐るその覗き穴から覗いて、姿が確認できないようで、のような顔をしていた。少し安堵感が皆の間に漂ったその瞬間。ピンポーン。また鳴った。恐怖で一瞬にしてその場の空気が凍りついた。恥ずかしながらその時すでに俺は繊維を失っていて、ドアを開ける勇気はなかった。その呼び出し音は次第にドアをノックする音も混ざってきた。どうすることもできない僕らは、息を殺して固唾を飲んでいた。諦めたのか、音がしなくなって、ザッザッザッ、と足音がした。俺と母は、絶対誰か変なヤシがいる。という確信に変わった表情をした。ちょうど、外側から見ると玄関のすぐ横がすりガラスになっていて、そこからこちらを覗き込もうとゆらゆらしている影に気づいた。ちなみにこちらは電気を消しているので見えないはず、あちらは街灯の明かりに照らされて影が見える状態。もうね、ビビりまくってましたよ。僕は、わら。幽霊？変質者？何？わら？プチパニック状態。わら。しばらくゆらゆらと様子を見た後に、その影はまた玄関の戸の部分に寄っていった。また証拠りなくインターホンを押した。ピンポーン。弟半泣き。わら俺がくぐる。わら。そんな時、母が覚悟を決めたのか、おもむろにドアの方へ寄っていった。鍵はかかっていたんだけど、チェーンがかかっていないことに俺はその時初めて気づいた。母は再度覗き穴から見て、少し、な表情をした後に、夜中なので大声とはいかないまでも少し大きな声で、どちら様ですか？と声をかけた。同時にチェーンもかけた。心の中で少しほっとした。反応がない。誰かなのか何かなのか間違いなくドアを隔てたところにはいるはずなんだ。でも反応がない。もう一度母が今度は少し大きめの声で、どちら様ですか？と、その何かに尋ねた。マスカ。かすかに声が聞こえたような気がした？母はい。何か、いますか？俺は、はっきり聞こえない。でも女性のような気がした。母も何かの声は聞き取りづらそうだ。母は恐怖というよりも少しイラッとしていた様子。母、どなたですか？何か、さん、いますか？母、誰のことですか？何か、ゾウさんいますか？母、誰？何か、ゾウさん、いますか？確かに誰かを尋ねているようだ。声はか細く静かなため、少
少し離れている俺たち兄弟にはほぼ聞こえない。母、家にはそんな人いません。何か、ゾウさん、いますか？相変わらず同じフレーズを言っている気がした、母。だから、いません。何時だと思ってるんですか？ついに母切れる、わら、その正体不明の何かはまたザッザッザ。と足音と立ててすりガラス前に来て、ゆらゆらと数十秒揺れた後、また足音を立てて今度は遠くに去っていった。足音から推測、あれじゃね？健三さん、いますか？じゃね www。お前の親父健三なんだろ www。みんなで顔見合わせ安心した後に、俺は母に尋ねてみた。俺、何？何だったの？誰だったの？母。わからない女？の人？でもよくわからない。俺、どういうこと？何書いたんでしょ？母、でもよく見えなかった。俺、なんだよそれ。じゃあ、なんて言ってたの？母、誰か探してたみたい。健三さん、健三さん、弁三さん、よく聞こえなかったのよ。名前が定かでないけどとにかく古い名前で、なんちゃら三さん、みたいな武士みたいな名前だった。今も連絡するけど俺の親父はそんな名前じゃねえよ。わら、ちなみに離婚して2回目の引っ越しだから、親父はあの家の住所知らない。あの時母に男もいない、それと何度も言うがオチはないぞ。では続き、俺、なんだよそれ。そんな奴いねえよ。超迷惑だな。母、ほら、もう大丈夫だから早く寝なさい。弟まだがくぐる。わら、俺は部屋に入って、また来るんじゃないか？と思って少し怖かったから。今日は起きてようと思ってたら、寝てしまっていた。それから家族の間では、その話はなんでだろうかあんまり話すことはなかったんだよね。話さないことによって次第に忘れていったのかな？一切話題にも上らなくなった。そこから話は今現在まで飛ぶんだけど、つい最近母と電話で話すことがあって、書いてきたことを話したんだ。俺、そういえばあの時あんなことあったよね。なんだったんだろうね？母。何それ？怖い、わら。って、ちょっと。人事ですよあなたそれ、わら。俺、いやいや、わら、あったでしょ？あんだけピンポン鳴らされたんだよ。なんとかさんいますか？って、自分が聞いたんでしょ、母。何それ？そんなことあったっけ？俺、ちょっと、わら、弟に代わって。弟、何それ？超怖いじゃん、わら。そんなことあった？誰も覚えてないんだ。ちなみに俺糖質でも鬱でもない。精神的に何かを患っていたり、当時何かいけないものをやっていたこともない。弟はさすがに忘れているかもしれないけど、間違いなくそれはあったんだ。断言できる。最後に一点、覗き窓から見た時に俺は見えなかったんだけど、よく考えたらその時、母は何かの存在を見た時に詳細を濁したんだよね。ちなみにドアの前の天井部分には蛍光灯がついていて、夜は明かりがついているから、見えないわ絶対おかしいことを思い出した。結局何だったんだろうか？そのなような話とか正体がわかる人、詳しい人がいたら教えてくれ。いや、ください。落ちなくてすまぬ。以上天地人命に誓って実話です。ちなみにタイミング合えば見てしまう人です。ネットで見つけた怖い話。第8023話、金の亡者。今月のムーにあった巻末の話があまりに怖かったから、要約して書くわ。10歳近く年の離れた男の子2人と夫婦の4人家族がいた。長男は、夜道に車止めめて修理してたんだって。で修理中、後から来た車にはねられて長男は亡くなったそうだ。夜中にハザードランプも初炎つつもなしで作業してたらしく、引いた人も重い罪には問われなかった。父親は長男の過失も認めてたのに、母親の方が引いた人を賠償金目当ての告訴するって言い出したんだって。父親はそれが嫌で離婚して、
幼い子供と二人で暮らして、降りた保険金はすべて元妻に渡した。その後、残った一人の子供もいじめを苦に自殺してしまう。父親は当然、親といての責任で苦しんでたこともあって、元妻に相談した。元妻はというと、もらった保険金で豪遊した挙句、告訴した裁判でも負けてお金がなくなってた。そして、元旦那から相談を受けた元妻は、自殺した子供の原因を元旦那として、賠償金の告訴を始めたそうだ。金の亡者って、マジ怖い。生活痛むけじゃん。815。元がオカルト雑誌のムーだから。霊能力者のもとに、この元妻が相談しに来たんだとさ。どうすれば、保険金より、もっとお金を取れますか？で、なんで霊能力者にそれ聞くの？ってツッコミは置いとこう、わら。今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？じいちゃんの話3つの母用。157。クレイマーの家系。うちの店によく来るクレイマーの家系がシャレコアだった。学生時代のある日父親が何の前触れもなく発狂し母親を刺し殺す。その後父親は無所入り前に、自分の車で、頭を引き潰して自殺。育ての親の祖母が突然大量の、河原の石、を飲んで自殺。その祖母の遺体を、なぜか祖父が葬式前に庭に埋める。そして掘り起こして腕を食べる。祖父が病院に入れられ、クレイマー本人は姉と弟と共に親戚の家で暮らし始めるが、親戚のおばに台風の日に弟を海に投げ込まれて亡くす。姉が精神に変調をきたし廃人になる。当人も精神に変調をきたす。戦後で他殺、自殺以外で亡くなった親戚のほぼ全ての人間が糖尿病で亡くなっており、体のいずれかの部分を石によって切断している。今現在存命している親戚関係の全員が糖尿病を発症し、全員が壊死したどちらかの足を切断している。これ聞いた時は呪われた家系ってワードが真っ先に思い浮かんだ。そういうのって本当にあるんだなぁと。まあでも何より怖いのはこんな超個人情報が巷に知れ渡ってしまう田舎の環境かもしれんね。60。ドア開けなさい。これは友達から聞いた話。受験勉強のために部屋でもう勉強してたら、夜中の2時頃に部屋のドアをコンコンとノックされて、丸々、夜食持ってきたからドア開けなさい。って母親が言ってきた。ドアには鍵がかかってる。でも〇〇くんはちょうど勉強に区切りの良いとこで休憩したかったので、そこに置いといてお母さん。って言った。そしたら、お母さんがそのまま階段をトントン降りていく音が聞こえた。それから3時頃になってまたお母さんがドアをノックして、〇〇、おやつ持ってきたからドア開けなさい。って言ってきた。でも〇〇くんは、おやつなんて別にいいよ。って答えた。そしたら、うるさい。いいからここ開けなさい。開けろ。開けろー。って、急に気違いのように怒鳴り出した。61、〇〇くんはビビって、開けようとしたんだけど、なんだか嫌な予感がして開けなかった。そしたら、今度は涙声で、お願い。〇〇、ドア開けてー。って懇願してきた。でも開けなかった。んで、そのまま10分ぐらい経った後。って母親が舌打ちして、階段をトントン降りていった。でもそれからすぐに〇〇くんは思い出した。今、両親は法事で田舎に帰っているということに、あの時ドアを開けていたらどうなっていたかと思うと、〇〇くんは震えたそうな。ウェディングベル。今でも後悔してるんだけど、高校卒業して暇してた頃の話。ある時友達のバカップルが、結婚するって言い出したんだよ。まあ絶対結婚しないとは思ってたけど、暇だからお祝いパーティーをすることにしたんだ。海辺で BBQ しながら、ウェディングベル鳴らして、花火する計画だったんだけど、ウェディングベルなんてどこにも売っていない。そこで映画も使われていない古い、
木の実についてる金を使うことを提案したんだ。A の言う日の実は、家の全くない荒れ地にポツンと立っていて、誰も近づかないような場所にあった。はしごは腐食していて、危険登るな。っていう看板もかろうじて読める程度のものだった。15メートルくらいの高さだったと思うけど、登るのは本当に怖かった。そこにあった金は、一人では持てないほど立派な金で、確か明治年って書かれてあったと思う。それを3人で運んで、近くの空き地で白と銀のスプレーで綺麗に色付けして、ウェディングベルにしたんだ。完成したのは夕方で金を車に積んで、友達3人でご飯を食べに車で出かけたんだ。その字うんこ化してたのは俺なんだけど、近くのカーブでハンドルを取られて壁に衝突、完全に足回りがやられて、即廃車になったんだけど、これが始まりだったんだ。その日は、車をぶつけたショックでブルーだったけど、とりあえず荷物を B の車に積み替えて、そのまま友達の家で寝たんだ。次の日、車4台で海に出発したんだけど、10。もう走らないうちに、金を乗せた B の車が C の車に追突して、そのままガードレールに衝突。幸いフロント部分大破だけで怪我人はいなかった。B は、ブレーキが効かなくなったと、言い張ってた。105?そこで計画は中止。B は、なんとか車で帰るというので、荷物を移動して、C と一緒に帰っていった。残ったのは7人で、気まずい雰囲気もあったけど、俺も狙いの女の子がいたためドライブすることになった。俺は、5席に座り、D が運転手、金はトランクに入っていた。よく走る山道、次のカーブがきついことを知っていた俺は、とっさに5席からブレーキと叫んだ。スピードメーターは70キロ。いくら広い山道とはいえ、カーブの連続する道で出すスピードじゃない。肩腰に D の足を見たが、確かにブレーキを踏んでいるようだった。でもブレーキは効かない、曲がりきれないと思った。トランクでごとっと金の倒れる音がした。対向車線に黒のワゴン R が走ってきて、正面衝突した。相手の軽は横転して、D の車も山に突き刺さった。俺は、幸い軽傷だったが、他の奴らは顔に穴が開き、腕から骨が見えて血だらけ、悲惨な状態だった。携帯が繋がらない場所で、1時間ほどして救急車で運ばれていった。その日俺は、めちゃくちゃ目いって帰って眠った。翌朝、親父が恐ろしい夢を見たとか言い出して、聞いてもないのに話し出した。それはカラフルな金にものすごい亡霊がついていて、お坊さんが頑張って除霊しようとして、結局取り殺されるって夢だった。俺は、前日の事故の話も、金の話も一切していなかったから本当にビビって、A と廃車置き場に金を取りに行って、元の場所に返してきた。その時に金を乗せた A の車は、その夏に川の氾濫で A の家ごと浸水して廃車になった。109。どう見ても自業自得です。本当にありがとうございました。121。嫌がらせ。例じゃないけどかなり怖かった話です。元彼の元カノに嫌がらせをされていました。着歴が毎日100件を超えるほどで警察にも相談に行きましたが、相手にされませんでした。メアドは変えたのですが、番号は仕事の都合上変えられなかったのでサブアドでメールを送ってきました。はじめは私をバカにする内容だったのですが、次第に内容が狐に取り憑かれているみたいなものに変わり、最後には、お前は狐。絶対幸せにさせない。私の幸せを返せ。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 死ね。死ね。まあもうすぐ終わるけどね。その後、元彼はインターホンが鳴り開けると知らない男性が立っており、いきなり殴られ携帯を破壊されました。元彼と車に乗っていると、車の調子が悪くなりスタンドで見てもらうと、左前輪に異肺が挟まっていました。後に聞いた話ですが元カノはアルアという宗教に入っていました。その宗教が狐と関係があるかはわかりませんが、元彼とはとっくに終わっていますが、未だに無言電話のみ頻繁にあります。126。かなちゃんのメッセージ。ここでの俺は、カグラと名乗ることにする。
断っておくが、本名ではない。今はサラリーマンをしているが、少し前まではカグラ祭という名で霊能者をしていたからだ。雑誌にも二度ほど紹介されたことがあるから、もしかしたらここで知っている人もいるかもしれない。そんな俺だが、いわゆる、霊感、思っているので、小さい頃から霊体験は数多くある。俺自身、命を落としそうになったものもあるが、そういう霊体験を一つずつ紹介していきたいと思って書いている。ただ、いきなり長丁場な話を思い出しながら書くと挫折しそうなので、まずは短めな霊体験から書いていく。127。かなちゃんのメッセージ。この話は、俺の体験談だ。俺が幼稚園に入る前、いわゆる公共団地に住んでいた。団地の近くにはいくつか公園があり、団地住民の子供はよくそこで遊んだものだ。俺もその一人。一番端にある公園が好きでよくそこに行ったものだった。水飲み場と砂場とベンチしかないので、子供はめったに来ない。だから、俺は、好きだった。霊感を持っているがゆえに、周りから薄気味悪がられていたのだ。あそこに〇〇がいる。と指さした方向に何も見えなければ近寄りたくなくなるのは当然のことだ。自然と俺は、一人で遊ぶようになっていった。この公園で、俺のお気に入りといえば砂場だった。砂を持って山を作り、そこを掘ってトンネルを作る。その後は赤いミニバケツに水を入れ、トンネルに流し込む。こんなことを毎日飽きもせずやっていた。128。ある日俺が行くと見たことない女の子がベンチに腰掛けていた。とても可愛らしい。どことなく俺に似ているのは気のせいだろうか。周りを見ると親はいない。ということは団地の子だろう。お名前なんて言うの？かな？一緒に遊ぶ？うん。こんな会話だったと思う。俺らはいろんな話をしながらトンネルを掘って遊んだが、残念なことに会話の内容までは思い出せない。そうこうしているうちに、辺りは暗くなり始め、夕日が沈みかけていた。もう帰らなきゃ。お母さんに怒られる。カナはもうちょっといる。団地に住んでるの？うん。じゃあこれ貸してあげるよ。明日また来るから返して。わかった。俺は、黄色の柄がついた緑色のシャベルと赤いバケツを貸してあげた。団地に帰ると、お母さんに友達ができたことを報告した。あら、よかったわねー。どこの子？わかんない。だけど団地に住んでてかなちゃんって言うんだって。ふーん、また遊べるといいねー。130。その翌日、昼頃に公園に行くとかなちゃんはベンチに座っていた。こんにちは。と互いに挨拶を交わし、また砂遊び。遊びの時間は不思議である。あっという間に時間が過ぎてしまう。夕方になった時に買い物から帰宅する母を見かけた。この公園の先には商店街に続く道があるのだ。お母さん、俺は、母に駆け寄り、今までにない巨大富士山とタワーにトンネルを織り交ぜた海上都市を見せたかった。あら、かぐら。今日はかなちゃんとは遊んでないの？え。かなちゃんと遊んでいるよ。今までずっと作って。振り返るとかなちゃんはいなかった。あれ？おかしいな。かなちゃん帰っちゃったのかな、隠れているのかも。としげみを探してみたが、見当たらない。もう遅いから帰りましょ、かぐら、夜ご飯のお手伝いして。ええやだー。131。その日の夜、俺は、原因不明の高熱にうなされた。40度を超えていたらしい。うなされながら、かなちゃんかなちゃん、と名前を呼び続け苦しむ俺。そんな時、父と母は俺の体の上に白い球体が浮かんでいたのが見えたらしい。父と母は必死に叫んでいた。かぐらを連れて行かないで。お願い。かなのこと忘れたことなんて一度もない。頼む。かぐらだけは、
俺には姉がいたらしいのだ。初めての子供で女の子が生まれると分かってから、すでに、かな、と名前をつけてお腹に呼びかけていたそうだ。俺も驚いたが、いよいよ出産となった時に姉は死産だったらしい。しばらくは母がとても落ち込んでしまい、今のように明るいおばちゃんが不思議と思えるくらいだが、なんとか元気を取り戻した時に俺が生まれたというわけ。道理で俺は、大事にされてた感があるな、と感じた。132。次の日の夕飯、俺は、食欲も出てきてカレーを食べていた。かなちゃん、夢の中で言ってたよ。お母さん、お父さん、産んでくれてありがとう。って？またお母さんのお父さんの子供になりたい。だって、それを聞いた母は声を出して泣き出した。ありがとう。ごめんね。送り返して。父は涙を流しながら、しかし、ぐっと答えるように無言でカレーを食べ続けた。後日談。大人になってから母に聞いた話だが、俺の熱が下がった日は姉の誕生日かつ命日だったそうだ。どうやら俺は、姉に助けられたらしい。確かに怖い感覚はなかった記憶がある。そして翌年妹が生まれた。どことなくかなちゃんに似ているのは気のせいだろうか。笑った顔がそっくりだった。最後まで読んでくれてありがとう。質問あったら答える。137。生まれてきてない、教育を受けていないかなちゃんがなぜ日本語が話せるのか不思議でならない。154。霊能者をやっていた俺だから言うわけじゃないけど今回の瑞子の霊のように、現世の教育を受けていないから、日本語を話せないというわけではない。現実に瑞子の霊が語りかけてくるケースは結構ある。介護職の思い出自己責任。2年前とある特別養護老人ホームで、介護職として働いていた時の話です。そこの施設は、はっきり言って最悪でした。何が最悪かというと、老人を人として扱わず、物のように扱う職員ばかりで、食事も薬とかおかずをご飯に混ぜたり、入浴は水のようなお風呂で、乱暴な介護で、抑制も日常茶飯事でした。職員の給料とか待遇は良かったんですが、あまりにもひどい老人さんの対応の仕方に、心ある人は我慢できず、辞めていく人も多かったです。そのため、毎日のように人はいなく、職員全員がイライラしてる状態で、ひどい職員は、そのストレス発散を老人にして、怒鳴ったりすることもたびたびありました。そのひどい職員の中でも、特にひどい職員がいまして、老人さんに暴力を振るっていました。A と呼ぶことにします。A の暴力はいつもひどくて、顔以外の場所を叩いたり蹴るなど。A は元ヤクザをやってた人で、みんな見て見ぬふりで、暴力によって怪我をしても、うまく隠蔽されました。俺も A が怖くて注意できず、今思えば情けない話です。ORZA が暴力をする老人の対象は、認知症や言語障害で喋れない人でした。その中で言語障害の B さんは、A にされた暴力の内容を、日記に書いてました。そして、その日記を別の職員に見せて助けを求めるも、無視されました。B さんは身内の人もいなく、4人部屋でも周りの老人は認知症がひどく、自分がわからない状態で、A にとって B さんは、最高のカモだったのです。そんなある日、早朝 B さんは急変して、病院に行くもなくなられました。B さんが亡くなった夜に、A は急な心筋梗塞にて亡くなりました。まるで後を追うように。次の日、B さんのベッドを片付けていた時に、本当はいけないことなんですが、B さんの日記を見させてもらいました。A にからの暴力の内容や、怒りが書かれてました。B さんが亡くなる前の夜に書かれた、最後の日記を見てゾッとしました。あいつを地獄に連れて行く。その後すぐ職場を辞めて、違う仕事に転職しました。転職してから1ヶ月後、交通事故に遭いました。全治3ヶ月。もしかして、日記の内容を見て呪われてしまったのではないか、と思ってしまうこともありますが、これは偶然であると、
自分に言い聞かしてます。最近ですけど、怖い夢を見ました。地獄みたいなところで、B さんが笑いながら A を、木刀のようなもので殴っている夢を。まあ大丈夫とは思いますけど、これを見て、もし何か災いが起きたらすみません。168。呼ばれてる。皆さんは深夜。急に喉が渇いて水を飲みに、2階から1階まで降りたことはありませんか？もしかしたらマンションやアパート平屋建ての方もいるかもしれませんが、長文。長文。189。まさにシャレコア W。エリーゼのために。病院にまつわる幽霊系の話はよく聞きますが、自分では一つしか体験したことがありません。というわけで、その唯一を。これも研修医時代、しかも働き始めの4月です。日付まで覚えています。折しも世間はお花見。プラス、新刊シーズン新ただ中、浮かれすぎてベロンベロンになって、救急車でご来院いただく酔っ払いで、深夜も大忙しでした。ちなみに、ある意味シャレにならないことに、前後不覚の酔っ払いは研修医のいい練習台です。普段めったに使わない太い針で、点滴の練習をさせられたりしました。一応治療へ、太い針で点滴を取って急速輸液ってのは、医学上正しいのも事実ですよ。でも、血行が良くて血管が取りやすく、失敗しても怒られず、しかも大半は健康な成人男性というわけで、上野先生にいやおうなしに一番太い針を渡され、何回も何回もやり直しをさせられながら、半泣きでブスブスやってました。普通の22時針は、研修医同士で何回か練習すればすぐ入れれるのですが、16時という輸血のための針になるとなかなかコツがつかめず、入れられる方も激痛。でも練習しておかないと、出血で血管のへしゃげた交通事故の被害者なんかには絶対入らないわけで。皆様、特に春は飲みすぎには注意ですよ。話を戻します。その日の深夜、心肺停止の患者が搬送されてきました。まだ本当に若い方で、医者になりたての若造は使命感に燃え、教科書通りに必死に蘇生を行いました。しかし結局30分経過したところで、ご家族と連絡を取った統括当局医の一言で全ては終了。その方は、自分は知りませんでしたが、今まで何回も自殺未遂で受診していた常連さん。しかもいわゆる、色彩を抑えた見事な未遂。で、ギリギリ死なない程度でとどめていたようです。しかし今回、運が悪かったというのか自業自得というのか、だいぶ薬のせいで心臓が弱っていたらしく、推測ですが、まさかの心停止、駆けつけた知人という人も、固定電話から救急車は要請したものの、到着時にはその場におらず連絡不能。状況から事件性が否定できないため、警察に連絡。検視が行われることになりましたが、たまたま大きな事件があったので朝まで引き取れない。とのこと。家族と連絡を取るとき、やむを得ず個人の携帯を見て連絡を取りましたが、あっさり蘇生中止を希望。生前、家族全員を散々振り回し、借金を負わせ、みんなが疲れ切って病んでしまった。自殺が最後の希望だったろうから、頼むから行かせてやってくれ。と。死亡確認を、改めて連絡しましたが、地方に住んでいて、今晩は引き取りにも付き添いにも行けないとのことでした。最後に携帯から電話をしていた。おそらく通報者でしょう。異性の知人にも連絡を取りましたが、今までまとわりつかれ、逃げようとすれば自殺未遂をされて疲れ切っていた。家族でも友達でも何でもない。もう関わりたくない。と泣き声で通話を切り、その後は繋がらず、暗淡とした気分になりました。最初の社会勉強でした。結局、遺体をどうしようか。という話になり、もう一度話は警察へ。誰かが面会に来た時にすぐ会えるようにという配慮から、隔離室に安置することとなりました。この隔離室、少し説明しにくいのですが、救急の一番奥まったところにあります。手前から診察スペース、ウォークインの診察室と救急車受け入れがあり、処置のスペースがあります。私たちはだいたい、
この処置スペースと診察スペースを行き来しています。さらに奥に経過観察用のベッドが10台あるのですが、そのさらに突き当たりにあります。カーテン付きのドアで仕切られていて、救急室のベッド側と廊下にかところから出入りできますが、どちらも施錠できます。以前知らない間にホームレスが入っていたりしたことがあったので。正しい使用方法はインフルエンザの患者の点滴などですが、今回はそこに入っていただこうというわけです。空調も別になっているので、その部屋だけ最低温度に設定してクーラーをかけ施錠しました。ショックを受けていた自分も、すぐにまた怒涛のように運び込まれる酔っ払いの相手をしているうちに、その患者のことが頭から抜け落ちていきました。それがだいたい11時ごろ、異変が起きたのは、深夜1時半ごろでした。観察用ベッドと隔離ベッドは、先ほども言ったように近いとはいえ少し離れているので、各ベッドに一つずつナースコールがあり、鳴らすと、エリーゼのために、が流れます。意外と音が大きく、救急全体で聞こえるので、だいたい看護師さんが誰か手を止めて、ベッドのところに行ってくれます。しょうもない要件ばかり何回も言ってると、何もしないこともあるみたいですが。しかし、悲しいことに看護師よりも研修医の方が立場が下で、あとはさしてください。というわけでパッと板を見に行くと、観察室のランプがチカチカ。何も考えずにナースコールを取って、どうしましたか？といった瞬間、後ろからパッと別のドクターが切ってしまいました。ちょうど壁についてる固定電話みたいになっています。え、お前よく見ろ、隔離室だぞ。あえ、酔っ払いが忍び込んでる、とか？鍵は俺がかけた、そう言ってポケットから鍵を出す上級医。そして今も持ってる、あとは聞くな、考えるな、こういうことも、たまにある。そして鍵を戻してぼそっと、ただの故障だ、縁な偶然、それだけだからな。もうその後は怖くて仕方ありませんでした。しかし自分がやらかしてしまったせいでしょうか、その後ベルが鳴る鳴る。ひっきりなしにエリーゼのためにがガンガン流れます。その度にめんどくさそうに受話器をガチャ切りする上級医。しかしベルはひどく鳴る一方でした。ミレミシレドラー。のメロディーが流れるのですが、途中くらいから、こちらが切らなくても勝手に途中で切れるのです。ミレミシレドミレミシレド。みたいな感じで、最後はミレミシミレミシミレミレミレ、みたいになってましたね。明らかにこちらをせかしていました。私と同じく入りたての看護師さんもいたのですが、彼女は完全に腰が抜けて泣きながら座り込んでいたし、そして、おい、うっせえんだよ。さっさと言ってやれやゴルア。と空気の読めない酔っ払いとも。中にはオラオラ言いながら隔離室のドアを蹴るドキュンまでいて、ちょっとしたカオスでした。そんな中、一人不機嫌オーラを立てていたのは品川さんでした。とうとうしびれを切らした彼女は、つかつかと受話器のところに行ってさっと取ると一言、もくてささと死ね。救急中にしっかりと声が響き、パタリと途絶えたナースコール。理解したのかしないのか知りませんが、空気をやっと読んでくれた酔っ払いたち。くるりと振り返った品川さんは、それはそれは、頼もしいとかじゃなくて純粋に恐ろしかったです。仕事しろ。その後は馬車馬のように働きましたとも。酔っ払いはいつも居座ってしまって返すのに苦労するのですが、皆様本当に理解が早かった。腰を抜かしていた看護師さんはその後、ICU で死ぬ間際の人が氷をポリポリ食べていて、その音が耳から離れない。と言い残してやめていきましたが、品川さん曰く、軟弱者、だからだそうです。女社会、子供を5人育て上げ、なおかつ893ヤードキュンのやってくる。救急外来をあえて選ぶ、そんなもさ、今でも心底恐ろしいです。あと、心当たりがあっても、この話はあまり広げないでくださいね。特定されたら、考えたくないですから。278。これ単に蘇生したとかいうことは、ないの？ 281。当時の自分もちょっと考えましたが、やはり何度考えても答えは NO でした。相関こそしませんでしたが、
3時救急病院の蘇生メニューで、全くの ASYS。心臓が完全に止まった状態。でしたからね。特に低体温などの特殊な状況だったわけでもありませんし、医学的常識を超えて蘇生してくるケースを、全く否定するわけではありませんが、非常に考えにくいです。ちなみに、隔離室はかなり広めの個室です。インフルエンザの時期、5組のインフルエンザの子供。プラス、保護者を収容できる広さです。その中央に、柵付きのベッドを1台だけポツンと置いた状態。ナースコールは1台のみで壁に固定です。生きている人を寝かせるときには、延長ケーブルでボタンを持たせますが、当然当時は必要ないので、ケーブルは収納していました。鍵はあくまで外からの侵入を防ぐためなので、中からはつまみ一つで簡単に開きます。本当に生き返って、柵を外して壁まで歩いてナースコールを鳴らすぐらい元気だったら、せめてカーテンを開けて助けを呼ぶくらいして欲しかったかな。あと、救急外来のナースコールは電話と違い、かけることはできても切ることはできません。こっちから切らない限り、新しくかけ直すことはできないはず。なので、最も科学的に説明がつくのは、故障。なんでしょうね。何はともあれ、自分にはいろいろとシャレにならなかったです。256。電話。俺デリヘルのドライバーしてるんだけど、待機中に体験した話を一つ。ある日めちゃくちゃ暇な日があったんです。本当夜中の1時とかなのに全く仕事振ってもらえないのね。で、歯医者してる先輩に電話したのさ。俺忘れられてます?なんて言ってみたりした W。今日は本当暇だから寝てていいよってことで車ん中で横になってたのね。パチ屋の駐車場に止めてさあ寝るかと。シーンとした空気の中。お疲れ様です。って女の子の声がした。パチ屋の子が仕事終わったんだなって感じで聞き流してたんだけどさ。よく考えたら俺の耳元で聞こえたんだよ。急に怖くなって俺近くのコンビニに駆け込んで。漫画の立ち読みしながらガクブルしてたんだけど電話がかかってきたんだよ。歯医者の人からで。サンオホテルの号室ね。と。これで少しは恐怖から解放されるわーと安心した。で、待機ところに迎えに行ってホテルへ。待機ところから割と遠いとこだったんで近くのコンビニで待ってたんです。歯医者から折り返しの電話で、3、60分です。と。で、ちょっと寝ようと思ってうとうとしてたら電話が鳴ったんだよ。俺はいもしもし。相手。お疲れ様です。俺。お疲れ様です。相手。三角形ですけど、ホテル終わりました。俺。あれ?俺送ってないけど B さん迎えに行かないんですかね?ちょっと折り返しますね。と言って電話を切った。で、歯医者に電話すると。え?三角形さんってお前知らないよな?どうやって電話かかってきたの?だってあの人3年前に死んでんだぜ。いやそんなはずないですよ確かに今電話かかってきましたし W。で、ふと気づく、あれ?三角形さんってマジで誰だっけ?携帯電話の着信履歴を見た。誰からも電話なんてかかってなかった。あれは一体何だったんだろう。257。モルダー、あなた疲れてるのよ。261。おいお前らいい加減にしろ W 俺まで吹いたじゃねえか W そうか俺は、疲れてるのかじゃあユートピアしてくるわ。チャーハンロック。自己責任。先ほど〇〇駅で発生しました人身事故により、ただいま上下線とも、運転を見合わせています。お急ぎのところ申し訳ございませんが、週末の夜、溢れんばかりの人で身動きの取れない新宿駅のホームに、駅員のアナウンスは繰り返された。人身事故すなわち飛び込み、地方の人はピンとこないかもしれないが、東京では日常的に発生して、そのため電車の遅延にたびたび遭遇する。早く帰りたいな。俺は、舌打ちした。このところ俺の仕事は多忙を極めていた。会社の決算資料作成のため徹夜のオンパレード、心身ともに疲れ切っていた。
明日の土曜も出勤する予定だったので、金曜の今日は早めに退社した。早いと言っても10時を回っている。なのになんだ、電車が動いていないなんて。40分程度待ち、やっと折り返しの電車が到着した。待っている間にホームの人の数は恐ろしく膨れ上がっていたが、奇跡的に俺は、席に座ることができた。車内は超満員。この時間帯なので、乗客の多くはいっぱいやっており、車内の喧騒はひどかったが、俺は、席に座ってすぐさまうとうとし始めた。チャーハン、ロック入りました。はい、チャーハンのロック入りました。チャーハンのロック?すき焼き、サビ抜きで。はい、すき焼きサビ抜き入りました。すき焼きのわさび抜き?なんだ、この注文は?暗闇の中、居酒屋の店員風の若い男たちの、威勢のいい声が鳴り響いた。ああこれは夢の中なんだ。俺は、気づいた。だったら、この変えてこな注文面白いんで、もうちょっと聞いてみてやるかと思った瞬間、俺は、金縛りになった。お父さん、ストーブ、ちゃんと消した?今度は中年の女性の声だ。さっきの居酒屋の兄ちゃんは遠くからの声だったが、今度は俺の耳元だった。金縛りは一層強くなり、息苦しさの度合いは増していった。声も出ない、目も開かない、こりゃやばい俺死ぬのか。そして次の時、俺の思考の中に、全身血だらけで。赤黒く染まったスーツを着た中年の男が、ものすごい様相で現れた。俺を睨んでいる。うわぁ、この人はさっき飛び込んだ人だな、と直感した途端に金縛りは解け、同時に目が開いた。目の前に見えたのは、先ほどの車内の光景と何ら変わらない、人。変わらぬ喧騒。車内アナウンスで、俺は、最寄り駅の一駅前まで来ていたことを知った。俺は、怖い話とか心霊写真の類は好きだが、フィクションを好きなだけで、そういうものは信じていない。だから、駅から家までの帰り道に、さっき起きたことについて次のように結論付けた。居酒屋の兄ちゃんやおばさんの声は、夢うつつの中で乗客の騒がしい声がそう聞こえた。金縛りは連日の仕事の疲れが原因。血だらけの男は、人身事故アナウンスで聞いていたから、その潜在意識が引き起こしたもの。だけど、ただ一つだけ腑に落ちないことがある。左手首につけていた、初詣で出た鉱山で買った水晶の数珠のゴム紐が切れて、ワイシャツの袖のところで落ちかけていた。家に帰ると、リビングでテレビを見ていた嫁さんが、俺を見るなりハッとした顔をした。何?びっくりしたような顔をして。と俺が言うと、嫁さんはちょっと間を空けた後、いや、今日は早いなって、と慌てて返してきた。帰るってメールしただろ。そこまで言って俺は、押し黙った。ああ、こいつ何かを感じてるんだな。それとも何か見えるのか。嫁さんは俺とは違い、本人曰く霊感がしいらしい。これまでいろんな体験談を聞かされてきた。それは本人からすれば、至極本気なんだろうけど、俺は、いつも、はいはいって感じで受け流していた。だけど今日はさっきの電車の件を話してみようか。いや、やめとこう。面倒くさい。それより疲れた。早く眠りたい。俺は、シャワーを浴び、ビールを飲み、用意された食事もそこそこにベッドに潜り込んだ。嫁さんに見つかって変に話が展開しないように、切れた数珠をタンスの引き出しの奥に隠すのを忘れずに、翌日からまた仕事に追われた。電車の件は、俺の頭の中からすっかり忘れ去られていた。2週間過ぎた金曜、その日をもって仕事も落ち着き、打ち上げを金かの同僚たちと飲みに行くことになった。会社を出て居酒屋に向かう途中に、嫁さんの携帯に電話した。今日、会社で飲み会になったから飯いらない。あ、そう、それより数珠のことなんだけど、嫁さんはあの数珠を見つけたんだ。同時に俺は、忘れていたあの電車のことを思い出した。いや、紐が切れたんで、引き出しに入れておいたんだわ。ゴミ箱に捨てちゃまずいだろ、ああいうもんは、どっかの寺とかで燃やしてもらった方がいいと思って、保管しておいた。
俺は、嫁さんに、霊感を発揮してもらいたくなかった。そのため口をつく言葉に任せた。引き出し？ポストでしょ？下の郵便ポスト、今朝家出るとき入れたんでしょ？は？俺は、わけがわからなくなった。そんなことより、聞いてくれる。嫁さんの声は切羽詰まっている。郵管取りにポスト開けたら数珠があったんだけど、あの数珠の種、一つ一つが真っ赤な血だらけの男の顔になって、その続きの言葉は、目の前を走る改造したバイクの轟音でかき消された。お前何言ってんの？帰ったら聞くからもう切るぞ。やめてくれ、やめてほしい。俺は、携帯の電源そのものをOFにした。〇〇さん、何かあったんすか？飲み会の居酒屋で、生中ジョッキ片手に一人の後輩が俺に聞いてきた。別に？なんで？いや、さっきから暗いし。そんなことないよ、ハードワークで疲れてるだけだわ。正直、嫁さんのことが心配になっていた。早く家に帰らなきゃ。タンスの引き出しに確かに入れた数珠がポストに入ってた？その数珠の種が血だらけの顔？あの電車で思い浮かんだ男か？そうですよ、〇〇さん働きすぎですよ。もういい年なんですから。後輩社員が返してきた。うるせえなお前らと5歳も違わんぞ。5歳の違いは大きいっすよ www。ところで山口遅いな、何か連絡あったか。3日間徹夜をして兄弟級を取っていた同じ課の山口を、今日この居酒屋に呼び出していた。でも大幅な遅刻。飲み会が始まって1時間経ってもまだ来ない。いえ、遅れるって連絡はありません。さっき電話したんですけど、電波つながらなくて。けど、さっきネット見たら、人身事故かなんかで JR 線動いてないみたいです。人身、一瞬俺は、鳥肌が立った気がした。それより追加注文していいすか〇〇さんのおごりで。てか会社の経費で落としてくださいよこんなに決算頑張ったんですから。ああ、いいよ、何でも頼め。今日は交際費で落としとくわ。俺は、元気なく答えた。後輩は俺の顔を見つめ、一瞬にゃって顔をした気がした。うお、お前まさか、チャーハンのロック、とか言うなよ。すんません。チャーハンの、その時目の前がぐるぐると回り、景色が霞んだ、あの飲み会の日の JR の人身事故、山口島民が電車に飛び込んだものだった。山口の身体はバラバラになり、首から上は未だに発見されていないらしい。嫁さんはその日以降、極端に口数が少なくなった。たまに誰もいない隣の部屋で一人笑っているけど。ひひ。で、もちろん数珠の件は、その後全く夫婦の会話に出ていない。数週間後、俺は、労働基準監督署に呼び出された。山口の自殺は過労によるうつ、が原因ではないかって、監督署から厳しく追及された。俺は、労働状況についてありのまま答えた。そして最後に言ってやった。監督官は、すき焼きのお肉には錆びつける派ですか？俺を責め続けた監督官は、よとんとした顔をしていた。俺は、監督署を出て、小丸橋通りを新宿駅に向かってとぼとぼ歩いていた。もう夕方の時間だ。今にも雨が降りそうな天気だった。すると人混みの中、こっちに向かって白い着物の女が歩いている。それは言うまでもなく異常な光景だ。遠くなんだけど、明らかに俺を見ながら歩いてきているのがわかる。近づくにつれ、俺は、その女の妙な動きに気づいた。女は、右手で自分のお腹っていうか、着物の帯のあたりをパンパンと叩いている。何やってんだ？女はだんだん近づいてくる。俺を睨みつけながら、パンパンってお腹のあたりを叩きながら、おい、マジかよ。10メートルくらいに近づいてきた。だんだん小走りに近づいてきている。もうそうなると、周りの人の流れは俺の視界に入ってこない。相変わらず帯のあたりを右手で叩いている、パンパンって音が大きくなってきた。女の表情が確認できた。
長い黒髪。そしてこの世のものでないようなすごい顔。お前、まさかこの梅雨時期に、ストーブの火がどうのこうの。って言うなよ。俺は、自分の意思では思いつかないようなことを思っていた。女が1メートルくらいの距離に俺に迫ってきた。うらぁ、俺は、無我夢中で、女に背を向け大久保方面に走って逃げ出した。アトロを振り返らずひたすら走った。あれから、現在俺は、多少遠くはなるが、利用していた路線ではなく、その南に走る電車で通勤している。もう会社も辞めようかな。いや、その前に高尾山に行って新しい数珠買わなきゃ。でもそのためには、またあの電車乗らなきゃいけないのか。あ、それから後出しで悪いけど、上司にこの打ち上げをした居酒屋以降の話をしたところ、ある高名な女性占い師を紹介された。もちろんその占い師にも、俺は、居酒屋以降の話しかしていない。居酒屋の前の話はしちゃダメだって、誰かに命じられているようだった。俺の話を聞き終わって、その占い師にこう言われた。この話は他の誰にも言ってはダメ。聞いた人に恐ろしい怨念が飛び火する。とんでもないことになる。事実、上司は、361、三つのボロー。俺の高三の時の生物の担当の話。無論自分が実際に体験したわけじゃないけど、ある程度現場視点で話します。聞いたのが半年前で、ところどころあやふやになっててすみません。先生は某国立大学の井で、その大学は山にあって、昔は基地として使われていたらしく、今も地下通路が残されているらしい。362。その大学に伝わる噂の一つに、校内の中に三つのボロウがあって、三つ目のボロウ見た人は死ぬ。というベタな噂があった。当時、先生は新入生で、探検も兼ねて、噂の三つのボロウを友達と探すことになった。三つのうちの二つはキャンパス内の人たちに大体知られているらしく、一つ目は増設工事か何かをしていて、作業用の足場から落ちて死んでしまった人のところ。363。二つ目は例の地下通路を探検していて、長時間そこにいて、酸欠で亡くなった人のところ。この二つは有名ということで、すぐに見つかったが、噂の三つ目のボロウはいろいろ探し回っても結局見つからなかった。それから日にちが過ぎて、時はその年の年末。先生は教授の助手になっていて、あの噂のこともすっかり忘れていた。364。自分の助手用の部屋でゴロゴロしていると、教授から一本の電話が入る。年末だし、部屋の大掃除でもしろ。とのことだった。同じ部屋で生活していたもう一人の助手は実家に帰省しており、部屋にいるのは自分一人だったが、しぶしぶ承諾、掃除に取り掛かった。掃除も終盤に入って時計は4時を過ぎ、冬なので外はもう暗くなっていた。366。本棚の掃除をするために、本棚を脅かすと、あるものを見つけた。ドアがあった。ノブに手をかけてみるがどうやら鍵はかかっていない。なんでこんなところに？と最初は思ったがすぐに納得した。先生たちの部屋は廊下を挟んで両側にあり、教授と助手の部屋で隣同士で繋がっているからだ。一組の教授と助手以外のさらにまた別の教授の部屋と繋がっていることはここで初めて判明。375。すべての部屋が繋がっているとはいえ、別のちゃんとした入り口が一つずつあるはずなのに、今目の前にあるドアの部屋の出入り口は鍵がかかっていて立ち入り禁止になっている。ここで先生は小耳に挟んだ一つの噂を思い出す。それは、この部屋の教授が何かをやらかしたとかで追放された。というものだった。377。先生は好奇心と、武勇伝として語るためのネタを作るためにこの部屋に探索してみることにした。電気がついてるわけもなく、時間が時間ということで、中は真っ暗で何も見えない。なので、懐中電灯を持ってくることにした。
部屋の中を照らすと、引っ越しのために荷造りされたものが放置してあるのか、段ボールが大量に山積みになっている。378。段ボールを開けてみると薬品の匂いがし、液体の入ったフィルムケースがきれいに並べてそこに置いてあった。しかしても何も見えないので蓋を開けてみると、ホルマリンの匂いがする。臭いの原因はこれらしい。すぐに蓋をしてその箱を閉じる。他の箱もいくつか開けてみるも、どれも同じ中身なので、箱を後にすることにした。380。次に先生が向かったのはさらに隣の部屋に続くドアだった。ここも出入り口は立ち入り禁止で鍵がかかっていたが、このドアは鍵がかかっておらず、入ることができた。部屋の中は、さっきの部屋と同じように、段ボールが大量に山積みされている。思ったより何もなくて、がっかり仕掛けて出入り口の方を見ると、ドアの足元に何かあった。381。それを見つけた先生はおもむろに電灯で照らしてみる。三つ目のボローだった。見つけてしまったということで、とりあえず友達に電話しようとしたとき、よく見ると石碑に、水国用、と書かれていることに気がついた。一気に寒気がし、急いで段ボールの中身をもう一度よく見ると、段ボールの底にお札が大量に貼ってあることに気がついてしまった。383。もうこれを見て先生を見て先生は、うわあ、と叫んで一気に部屋を飛び出したらしい。お望み通り武勇伝ができた先生は友達に酒の席でこの話をしたそうです。ちなみに後日聞いた話によると、過去にその部屋の教授は人間の赤ちゃんを使って遺伝子の違法な研究をしていたらしく、それがバレて大学を追放されたとのことです。385。ニュースになってるかな？いつの事件？396。おそらくそんな事件があったのはかなり昔なんじゃないでしょうか。聞いただけなので詳しいことはわかりません。ORZ。386。大学内でも見消したに決まってるだろ知らんけど。399。自分もそう思います先生が聞いた後日談はあくまで噂話なんでしょうかね。事故を呼ぶ車今から2年ぐらい前、俺がお得意さんの四国の蟹で向いた時に聞いた話。入社以来、仕事にかまけていた私は、青森出張の地にあうやく休暇をもらうことができることになった。そのため、これを機会に中古車を買うことに決め、チェーン展開している中古車屋に行き物色していると、黒っぽい制服を着た店員がやってきて、いろいろと案内してくれた。客が私しかいないので暇なのだろう。そう思った私は、時間をかけて交渉しても、安く中古車を購入することに決めた。店員はじっと私を見て、一台の車を案内してくれる。その例は店の裏の工場のような場所に置いてあり、これから展示する予定だという。まだ値段を公式につけていないから安くできる、というので早速契約する。チェーン展開している店だから、その点は信用していた。唯一、その店員が私をじっと見ているのが気にかかったが、変な奴だとしか思わなかった。まあ、どこにも変な奴はいるものだし、ことによったら私も、こいつから見れば変な奴なのかもしれなかったし。翌日、会社に乗っていくと同僚に羨ましがられたが、今時ナビもついていないのか？と言われて、急に欲しくなってきた。前日、妻にその旨伝えたら、ろくに遠出もしないくせに、無駄。の一言で却下されていたが、そういうわけで、妻もついでに青森まで連れて行くことで交渉は成立し、会社に出入りしている業者に、ナビのカタログを持ってきてもらうことにした。自分で店に行けばいいのだが、何しろ仕事が忙しい。翌々日、会社に来たのは顔見知りの業者ではなく、見知らぬ男だった。彼は、いつもの業者が急な要件でくれなくなったために、代理として来たと述べた。私は、渡されたカタログを見て、周りの同僚などにも聞きながら買おうかと思っていたが、その業者が言うには、型が古いので良ければ、セール中なので半額で購入できるという。
また、A さんはお得意さんなので、さらに割り引きます。というので、まあ、信頼できる業者だし、妻にも嫌味を言われないだろうということで、そのおすすめのナビを購入した。妻は私の運転技術に疑わしそうだったが、運転には自信はある。実を言うと学生の頃は親の車に乗っていたのだが、ちょっとした事故を起こして以来、乗るのを止めたのだ。事故といっても接触で、相手も軽傷ということで弁護士を立てて示談にした。入社後はさすがに車用車には乗っているが、自分の車を初めて持てたことで浮かれていたのかもしれない。高速を降りたあたりから、ナビに従って運転する。初めて使うナビは、地図の上を矢印が動くというもので、少し剣がたいのが玉に傷。だが、方向音痴の妻にナビしてもらうことに比べれば、天と地の差があるだろう。順調にナビに従って走っていると、いつの間にか霧が濃くなってくる。道は少しずつガタガタと言い出し、荒れてくるように感じるが、田舎なんてこんなものだろう。失礼。と思い、あまり気にせずに運転を続ける。妻は終始無言で、手元の地図を見ている。方向音痴のくせに、ナビをやりたがるから一応持たせておいたが、結局使うことがないので、拗ねているのだと思っていた。霧が深くなる中でフォグランプをつけたまま、私は、運転を続ける。妻が心配そうに運転を控えるように言うが、私にはその言葉が遠くに聞こえる。非常に遠くから誰かが何か言っているように聞こえた。唯一、ナビの声だけがクリアに聞こえてくる。もっと、スピードを出しても大丈夫。私は、なぜかその思いにとらわれていたと思う。止めなさいよ。妻が顔面蒼白になりながら、強く私の方を叩く。目の前が一瞬暗くなり、その瞬間我に返った。急ブレーキを踏み、荒い息をしながらしばらく二人で見つめ合う。一瞬の沈黙。そして、しわがれた、そして暗い声が唐突に車の中に響き渡る。なんでげん、う、こと、お、ぶん、か、な、い、ん、だ、よ。妻と私は、硬直した。一体何が起こったのかわからなかったのだ。ナビはその声を最後に沈黙し、何の反応も示さなかった。二人してしばらく動けなかった。ようやく霧が晴れてくると、満月の下に広がるのは断崖と言ってもいいような急斜面だった。私たちは車をどうにかバックさせながら道を引き返し、ようやく国道に戻ることができた。それから先は、二人とも終始無言だった。声が聞こえたら、おそらくハンドル操作を誤りそうなくらい怯えていた。地図を見ながらどうにか目的地にたどり着くが、空はすでに白みかけていた。翌日、出張先の人に頼んで、車を引き取りに来てもらうことにした。私は、怖くて乗りたくなかったし、ナビの外し方もわからないので、調子が悪いので見てほしい。ついでに、ナビが壊れているようなので取り外してくれ。と依頼した。そして、あの怪しいカーナビの業者にも電話する。一体あのカーナビは何なのか？変な由来でもありそうだった。しかし、カタログを持ってきた業者は、私の質問に明確に答える。旧式の売れ残りだから安くした。と、何ら怪しいところはなかったのだ。ならば全部私と妻の錯覚だったのだろうか？しかし、あの山に道なんてないのは、地元の人間に確認しても、やはり明らかだった。だが山を越えると、霊山として有名な場所に出るというところで、あの車が私の元に戻ることは二度となかった。翌日の昼に、修理業者から電話がかかってくる。車を引き取りに来た業者が、工場に帰ってきていないという。あれから、十数時間経っている。警察に連絡し、そして翌日、谷に転落している車が発見される。警察では、ハンドル操作を誤って転落した、という見解を出したが、事故現場は見通しの良い緩やかな山道で、とてもハンドル操作を誤るようなことはないはずと、警官も不思議そうだった。そして一番気になったのは、死因は心臓麻痺ということだ。私と妻は、再び黙り込んでしまった。
警察は簡単な聴取で返してくれたが、気になって仕方がなかった。そして、その話には続きがあった。その車は事故車だった。巧妙に偽装され素人目にはわからないが、2年ほど前に事故を起こしているという、そんなものを購入させるとは。私は、その警察の証拠を持って、あの中古車販売店に怒鳴り込む。だがその中古車販売店は、そのような車は取り扱っていないし、裏の工場は排気自動車用だというのだ。また、そんな従業員はいないし、契約書自体もこの販売店の様式と異なっていた。その上、契約する場所も決められており、私のように近くのプレハブのようなところでは決して行わないという。なら私は、一体誰と契約したのか？その時、私は、硬直した。あの店員の目を思い出したのだ。だが、私は、自分の考えを振り払う。あいつは自殺したはずだと、学生時代の接触事故によって、相手は軽傷であったが、ある大会への切符を失ったという。あいつは恨みのこもった目で私を見てくれた。だが、弁護士はよくやってくれ、示談という結果によって、私は、罪を免れ警察の厄介になることもなかった。示談金は親が十分なほど払ったし、責任は取ったはずだ。自殺との関連性などないはずだし、もしあったとしても逆恨みだ。私は、わけがわからなかった。死んだ人間はこの世にいるわけがない。なのに、そんな常識的なことが今は確信できなかった。心配そうに見る妻には、ことの真相を話しておこうと思う。それと、あまりにも勧められるので、お祓いに行くことも考えている。以上が、お得意さんの日記に書かれていた内容だという。俺は証拠を、そそくさとお得意さんの家を後にした。あの方のナビを搭載した車が、その後も三九段の死亡事故を引き起こしているという。その関係で今日来たわけだが、聞かない方が良かったのかもしれない。ナビか、車か、それともそういった場所が原因なのかわからない。私は、ナビが原因とは思わないのだが、以降、あの方のナビは縁起が悪いということでうちでは取り扱っていない。今も未練を持った奴が、この国のどこかで、いわくつきの何かを広めているのだろうか ?433、呪われた土地、流れを切ってすまん。俺の親友の話をしたいと思う。小4の頃にそいつ、イカエイチ、農家が2階建てての大きな家を建てた。建設業を営む H の父親が建てた立派な外観のその家は、当時団地住まいだった俺にとっては羨ましかった。だが H は、雰囲気が暗い、と言ってあまり嬉しそうではなかった。H が言うように、窓も大きく取られて日の光がたくさん入りそうな家なのに。室内はどの部屋も暗く、湿っぽい感じがした。436。H の家族が住み始めて1年経った頃、飼っているメスのシベリアンハスキーが子犬を9匹産んだ。だがそのうちの5匹は死産で、母犬も産後の日立ちが悪くすぐに死んでしまった。この頃から H 家の異変は始まったらしい。H 家は犬好きで、他にも柴犬とビーグルも飼っていたのだが、柴犬は何かに怯えているのか犬小屋から出ようとせず、室内犬のビーグルもある方向を睨みつけ吠えてばかりだった。それからしばらくして H の祖母、父親の母、が同居し始めた時から H 父母が不仲になり始めた。H の祖母は某宗教に入信しているらしく毎日たとこじと就寝前にお題目を唱えているそうで、気味が悪いから止めさせろと母親が言ってきたのが原因らしい。俺も何回かこの家に泊まったことがあるのだが、確かにボソボソと聞こえてくるそれが気持ち悪かった。438。H とその弟二人は2階にそれぞれ自室を持っているのだが、3人とも、毎晩怖い夢を見る、と言ってきた。内容は同じで、祖母が白装束を着て暗い廊下で満面の笑みで、よだれをしたたらしながら踊り狂っている、というものらしい。両親に訴えても取り合ってもらえず、
そのまま自室で寝ていたらしいが、ある日の晩に H のすぐ下の弟の部屋から叫び声が聞こえてきたそうだ。両親や H が駆けつけるとそこには夢の通りに白装束を着て踊り狂う祖母の姿があったらしい。踊りながら糞尿を垂れ流し、父親の呼びかけにも答えずに踊り続ける祖母。それは地獄のような光景だそうだ。441。H の祖母はそのまま救急車で運ばれたそうだが、医師の診察では異常なしと言われたらしく翌日には家に帰ってきた。だが明らかに目の焦点は合わず、永住や近所を白装束で徘徊する姿は幽霊のようだったと H は言っていた。老人ホームに預ける話も出ていたらしいが、父親の反対に遭いそのまま住み続けていたようだ。この頃 H 自身もよく原因不明の怪我をしたり、すぐ下の弟も、幽霊屋敷に住んでるやつ、として近所の不良にリンチされたりと散々な目に遭っている。また、父親の営む会社も経営が傾き始めたようで、家の中はギスギスした空気になっていたらしい。俺も H にしばらく家には来るなと言われていた。そんな折、ある事件が起きた。450。H の祖母が首を吊ってしまった。それも祖母の自室ではなく、H の自室で、しかも第一発見者は家人ではなく、向かいの家の住人。近所は大変な騒ぎになった。祖母をいじめた両親のせいだ、とか、いや、あの家は呪われているんだ、などと、近所はそう噂していた。祖母の書なのかも立たない頃から家の中では次々に恐ろしいことが起こった。朝方や深夜、誰もいないはずの祖母の自室からお題目が聞こえてくる。祖母が亡くなった H の自室から刺繍が漂う。その後開かずの間になった。祖母を迷惑がっていた H の母親の前にだけ祖母の霊が現れる。外で飼っていた柴犬が不自然な体勢で窒息し、H の一番下の弟が原因不明の熱発が原因で軽い言語障害に、H 父母の中はさらに悪化、人目をはばからず罵り合うまでになり、離婚も間近だったようだ。452。H の父親は高名な霊能者に助けを求めた。ところが、その霊能者は家を一目見るなり、これはひどい、土地に居つく怨念とあなたのお母様の思念が合わさって私ではとても払えない。気休めにしかならないがお札とおみきである程度抑えるしかない。と言われてしまったそうだ。悪いことは言わない。ここから早く出て行った方がいい。お札の効力で出て行った先にまではついてくることはないとは思うが、そういったことがあり、H 家は住みして2年も経たずに引っ越すことになってしまった。その後、H の父親の会社は倒産は免れたものの大規模な業務縮小をせざるを得ず、それが決定打となって両親は離婚。母親もノイローゼのために育児ができず、H ら兄弟は母方の祖父母のもとへ。結局土地にまつわる因果などは全くわからないままだったそうだ。今月 H の母親が亡くなった時に彼が俺に話してくれた一狩さんの原因だった。父親はもう20年会っていないという。じいちゃんの話。これは俺が10年以上前に体験した話。当時僕は、田舎にある実家に住んでいた。実家は古くから立つ日本家屋ではあったが、あたり一面に田んぼがあるほどのど田舎という以外は、ごく普通のどこにでもあるような家だ。大学も卒業したというのに、仕事も見つけずダラダラと過ごす毎日。親には毎日のように非難を浴びせられていたが、時期に呆れられ、ほとんど放置された状態になった。今思うと、人生で一番最低な時期だったと思う。ある日、セミの声を聞きながら、いつものように縁側でぼーっとしている時だった。まさ、名前を呼ばれて振り向くと、縁側を隔てたすぐ横の部屋ににじいちゃんが立っていた。よれよれのランニングシャツに、ラクダ色の腹巻きと桃引き着。漫画から飛び出したような、まさに、じいちゃん、的な格好をいつもしている。このじいちゃんは昔から俺に様々な体験をさせやがった人で、
正直他打者ではないことはガキの頃から知っていた。じいちゃんは俺の向かい側に腰掛けた。お前、就職専門か？するよ、近いうちに。は、嘘をつけ。一生親のすねかじりになるつもりじゃろうが？バレた？おいまさ、この田舎には、本当に必要とされとるやつかバカのどっちかしか住んどらん。お前はどっちでもないから遠方へ出て働け。なんじゃそらブイブイ。お前のために言っとるんじゃ。その時のじいちゃんの目が異様に怖かった。話してる声はいつもの優しいじいちゃんなのに、今まで見たことないくらい鋭い目が俺の間抜け面を捉えた。その時は、まだ、じいちゃんの言いたいことがわからなかった。その日の夜、夕飯を食べ終わって、俺は、居間でソファーに腰掛け、アイスクリームを頬張りながら巨人戦を見ていた。まさ、またじいちゃんが話しかけてきた。相変わらず昼間と同じ格好をしている。何？どうしたの？本当は巨人戦に集中したかったが、以前この人に反抗していた夢を見たので穏やかに返事をした。お前に話さんにゃいけんことがあるんじゃ。そう言うとじいちゃんは、よっこらしょと言って俺の横に座り、語り出した。お前にこの家の秘密、教えちゃる。家の秘密？この家の天井から、お前たまに変な物音がするって言っとったやろ？ああ、まあ、俺は、この家に生まれてから、何十回と天井から物音を聞いていた。でも、遭遇するのはいつも俺一人の時で、両親にこのことを話しても相手にしてくれなかった。じいちゃんは例外だったが、それがどうかしたん？内心ドキドキしながらじいちゃんに尋ねた。あれなぁ、天井裏に祀っとるんよ。何を？じいちゃんは、あ、と何かを言いかけて止めた。ああ名前言ったらいけんけい。いや、何それ？ちょっと、俺それダメじゃわ。確実にヤバいじゃん。その時、小動物が持つのと同じ、鋭い、危険察知スイッチ、がビンビンに反応した。まあ、こっち来いや。じいちゃんの手にはいつの間に持ったのか、懐中電灯が2本握られていた。じいちゃんは満面の笑みを浮かべている。すでに俺は、冷や汗をかいていた。目的地に運ぶ足は重い。20年以上住み慣れた家だというのに、半端じゃない心霊スポットに連れて行かれている感覚だった。心の準備をさせてくれと、巨人戦。例のごとく30分延長。お見終わってから行動し始めたので、確か時計の針は9時半を回っていたと思う。両親は朝早く仕事があるからと、すでに寝室で寝息を立てている。いい気なものだ。息子はこれから死にに行く覚悟でいるというのに。俺たち二人は、元いた場所から縁側を通りまっすぐのビル廊下を歩いていた。ここじゃ。じいちゃんは俺の前でピタリと止まり、右側にあった襖を開けた。ここは、俺が小学低学年の頃まで使っていた遊び部屋。ファミコンしたり、戦隊ものの人形を持ち込んだりして遊んでいた、非常に懐かしい場所だった。今は物置とかしている。すると俺は、あることに気づいた。じいちゃん、あれ、俺が指さす方向には、漆塗りでもされたような真っ黒い2枚の木戸があった。俺の記憶では当時そんなものはなくて、ただの白い押し入れの襖のはずだった。あまりの異様さに心臓が動きを早める。お前がここを使わんようになってすぐ、やり替えた。じいちゃんは当たり前のように言って、震え上がる俺を尻目に木戸に手をかけた。ゴゴ、ズー、という音とともに木戸が開いた。中は真っ暗で何も見えない。俺は、急に気分が悪くなってきた。そのことをじいちゃんに訴えたが、一言、そのうち慣れる、と言われ無視された。じいちゃんは絶対に鬼だと、以前にも増して憎しみを抱いた俺。おもむろにじいちゃんは懐中電灯をつけ、押し入れの天井を照らした。まさ、見てみ。じいちゃんは俺の腕を掴んで、無理やり中を覗かした。そこには、また不自然に黒く塗られた正方形の扉があった。俺たちはその扉から天井裏へと侵入した。最初はじいちゃんを押し上げて、
次に俺がその空間に入った瞬間、先ほどとは比べ物にならないくらいの吐き気等感に襲われた。空気が重いなんてもんじゃない、やばい。これほどまで命の危険を感じたことがないくらいやばい。汗が干上がり、口の中がパサパサに乾く。どう考えても尋常ではない空間。こんなところで平気な顔をしているじいちゃんがすごいと思った。じいちゃん。俺ダメ、もうダメ、ほんま勘弁して、いい歳こいて、俺は、じいちゃんに泣きすがった。ダメじゃ、お前はきちんと見とけ。じいちゃんは昼間に見た字以上に厳しい顔をしていた。じいちゃんが何を考えているのかさっぱりわからない。俺をこんなところに連れてきやがって、本気で殺す気だと心の中でじいちゃんを殺人者呼ばわりした。とにかく落ち着こうとゆっくり息を吸って、むせた。当たり前だがここは埃だらけ、深呼吸なんてすればむせるに決まってる。周囲を見渡せば、築90年の家の骨組みがあらわになっていた。適当に懐中電灯を振り回していると、光の円の端にチカッと光るものが見えた。なんだ?と思いもう一度その方向に光を当てると、あった。神棚のような、でもなんだか少し様子が違う。よくわからないが、祠のようなそんな感じのものが、異様なオーラを出して佇んでいた。じいちゃん、あれ何?俺の唇は震えて、まともにろれつが回らないのを必死にこらえた。あれが物音の原因よ。じいちゃんも祠に光を当てた。が、急にじいちゃんは驚いた顔をして、俺から懐中電灯と奪い取ると二つともスイッチを切った。目の前は闇に包まれた。あの顔からすると、じいちゃんはかなり焦っている。じいちゃん。俺は、暗闇とじいちゃんの焦りの表情を見て、半ばパニックに陥っていた。黙っとれ。じいちゃんが小声で、強く俺に言い聞かせた。マサ、今から出口に行く。それまで息止めよ。は?息と、止める?英系総妖精。出口に着くまであれから目を離すなよ。あれとは祠のこと、だがわけがわからない。なぜ息を止めながら祠を見て出口まで向かうんだ?その時はパニクリながらも言われた通りにした。この時は暗闇に目も慣れてきだしたから、大体の輪郭は見えている。息を大きく吸い込んで、もちろん途中でむせた。すぐ、異変は現れた。祠の扉から、変な影のようなものがにゅるっと出てきた。それ、お見た俺の動きは一瞬にして固まった。もう思考回路はショート寸前。よく見るとそれは人の形をしていた。暗闇よりも暗い色。動きは鈍い。左右に揺れたり、突然倒れたかと思うと、四つん這いになって雲みたいな動きをしたり、俺の文章力では表しきれないほど気持ち悪い動きをしていた。初めて見る。それは、恐怖どころか興味を抱かせた。だが、危険なものに変わりはない。明らかにこの世のものではなくて、俺の足がくがく震えていた。それから目を離せないでいると、じいちゃんが俺の服の裾を引っ張って、出口まで後ずさるように促した。幸い奴は、こんな近距離にいる俺たちに気づいていない。多分息を止めるように言ったのは、こいつに気づかれないようにするためだったんだろう。俺たちはなるべく足音を立てずに出口にたどり着いた。出口からそっと降りる時まで奴から目を離せないでいた。奴が動くたび、天井裏で不気味な足音が鳴り続けていた。俺は、部屋に足をつけた瞬間、じいちゃんを置いて今までもうダッシュした。電気をつけて、テレビのスイッチを入れて、ついさっきまでいた異次元ワールドから属性アイダヘと、必死になって逃げ込んだ。すぐにじいちゃんが今にやってきた。見たろう、すごかろうがあれ。じいちゃんは俺の怖がる姿を見てご満悦という表情をした。あんなものを見せられた俺は、たまったもんじゃない。あれに気づかれてたら、絶対に命の保証はなかった。間違いない、絶対そうだ。何なんよあれ。じいちゃんほんま何がしたいん。興奮した俺は、切れながらじいちゃんに言った。ガハハハあれな、先祖に恨みを持っちょる霊で、わしも詳しくは知らんのんじゃが、あまりにも危ないけいって、
うちの先祖、霊媒師が祠に祀って、あれを天井裏に閉じ込めとっての、黒い襖は結界みたいなもんよ。安全のために、近くのお寺さん、神社だったかも、に頼んで作ってもらった。名前言ったらいけんのは、名前を聞いた人があれに疲れるからなんじゃ。疲れる。イコール、人となり合わせ。想像を絶する言葉に、俺は、気が遠くなった。しかし、そこで疑問が生まれた。でもじいちゃんは、名前聞いとるんじゃろ？それでなんで無事なん？秘密。その後何度も理由を聞いたが、何も教えてくれなかった。翌日朝、俺は、また縁側にいた。昨日のことは夢だったのではないか？多分そうだ。うちにあんなものがあるわけがない。そう言い聞かせようとしていた矢先、じいちゃんがまた俺の向かい側に座った。あまり見たくない人物だというのに。おはよう、じいちゃん、とりあえず挨拶をした。これで昔かたぎの人だから、挨拶にはうるさい。どんなに不機嫌でも挨拶はしなくてはならない。おう、おはよう。じいちゃんも笑顔で返したが、じいちゃんは俺を見るなり両膝に両手を置いた。そして、〇〇〇〇〇。今、じいちゃんは何を言った？じいちゃん、〇〇〇〇〇。俺は、すぐにその言葉の意味がわかった。間違いない、あれ、の名前だ。俺が記憶のブラックホールへ投げ込もうとしていた昨日のことが一気に蘇った。夢などではない。それどころかこの父がいじいは、俺に、あれ、の名前を言いやがった。お、わかったか？安心せい、この家におらんかったら疲れんけい。あれはこの家からは出られんのんよ。などとのんきに笑い続けた。その後すぐに東京で仕事を見つけて、あの家を出たのは言うまでもない。長文多分失礼しました。オチも微妙ですみません ORZ。 ちなみにじいちゃんは、その2年後に亡くなりました。嫌だと思いながら、仕方なしに葬式に出るため実家に帰りましたが、別に何も起こりませんでしたよ。多分じいちゃんが、俺を家から追い出すために嘘をついたんだと思います。相乗り。僕が小学の低学年の時に、親にお使いを頼まれました。お使いを済ませて、自宅マンション、オートロック式、の暗証番号を押して扉を開けて、エレベーターホールに向かい、エレベーターが降りてくるのを待っていると、すぐに後ろから足音がしました。振り向くと、目が細く切れ長で、印象の強い顔立ちの男が立っていました。僕が開けた時に、すぐ後ろから入ってきたようです。エレベーターが到着して乗り込み、僕は、はい、のボタンを押して男を気遣いました。僕は、自分の家がある4階のボタンを押しました。僕は、男に、何階ですか？と聞きました。すると男は、屋上は行けるのかな？と質問してきました。僕は、屋上に出入りしたことがなかったので、わかりません。と答えました。僕の応答に男は無言でした。なんとなく嫌な空気だと思っていると、4階に到着しました。扉が開きほっとした瞬間に、男が突然素早い動きで、へい、ボタンを押しました。僕は、何事かと思い男の顔を見ると、屋上に案内してくれる？と男が言いました。僕は、少し怖くなり、何も言えず黙っていました。エレベーターを降りると、屋上に続く階段は大きな南京錠と鎖で閉錠されて、行くことはできませんでした。すると男は、僕の半ズボンの裾を掴み歩き出しました。僕は、怖すぎて震えながら思いました。この人目つきがおかしい。と、まさに、死んだ魚の目でした。震えながら外の非常階段、10階、まで歩かされました。男は階段から頭を出し、下を見下ろしました。そして、男は僕の方に顔を向け言いました。ここからなら大丈夫だな。死ねるな。僕は、男の言葉に凍りつき、絶望的な状況であることに気づきました。男は僕を見つめていました。僕は、目の前が現実なのか夢なのか、夢であってほしいと願いました。けれど、紛れもない現実だと把握すると、僕は、いても立ってもいられず叫びました。
うわあ、非常階段を滑り落ちながら降りました。本当に滑り台を滑るように降りました。おしまい。